月28日木曜日午後2時になりました。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。木曜パートナー土屋レオです。今年もよろしくお願いします。え、今年度もよろしくお願いします。よろしく、今年もよろしくお願いします。いやねえ、年内最後、はい、そうですね。とはいえね、今日が新年一発目という気持ちで今日ありますから、ね、でもレオさん、本当に始まるギリギリまでパン食べて、ね、そうですよ、はい、花粉が上がるまではオフですから。あ、そうですか。そう、ここからが仕事ですからね。頑張っていきますよ。今日来た時からずっと、うん、もう今日はウィニングランだっておっしゃってましたね。昨日までずっと家族旅行行ってたから。あ、いいですね。お土産もいただいて、はい、新潟行ってましたよ。ごちそうさまです、はい、ありがとうございます。この美味しい柿の種とか、うん、なんかこうちょっと変わった味のポン菓子とか、なんかね、越後湯沢に行ってた、はいはい、なんかうちの息子が25日が終業式 で、で去年の冬は秋田旅行にした。でどこかにマイルとで、半分のマイルで、ランダムに選ぶっていうので JAL で行くっていう。でなんか意外とお決まりよりも、なんかそういう知らないとこ行けるといいなと思って、秋田初めて行って楽しかったです。家族で、そしたら日本地図に、うちの息子が行ったことある都道府県にシール貼ってくってことになって、次は雪も好きだし新潟行きたい、行ったことないからってことで今回は新潟の方に行きましてね。いいですね、うん、雪降ってました、新潟。これやっぱね、降ってんだね、山越えると。ほんな本当に新幹線で大宮まで車で行って、っそっから新幹線で行ってもう50分だね、大宮越後湯沢なんてあってまで。でその前の山のトンネル越えると、そこまで全く雪降ってない。一つの山を越えた途端にまあ雪、でもね1週間経ってないですから雪降ってから。あ、そうですか。危なかった、うん、でもちょうどもう白銀の世界だ。あら、スキーとかもできました。でそれで、ええ、その越後湯沢からバスで40分ぐらいのところのホテルに泊まる予定だったんだけど、はい、送迎バスが俺3時に越後湯沢着いたんだけど、4時半まで来ないっていうから、おこれは在来線で行くべきだと私の中で最高だなと思って、そこから北北線っていうのに乗ってですね。北北線、はい、北北線なんかちょっとあったかい感じでしょ、ひらがなで北北線って言うんだけど、かわいいですね。 そうでそれに乗って、十日町まで行って、そこからタクシーで20分ぐらいと行きました。そこのホテルで、で行ってスキーに翌日行こうかなぐらいだったの。そんなに、はい、メインの目的にしてなかった、もう鎌倉作ろうって話だった。あ、鎌倉。そうで、そこのホテルからスキー場に送迎バスが出てて、1時間に1本とか出てるんだけど、そこがまだ雪があんまりで、まだオープンしてないって言って、あら、メインのところ、すぐ近くのところ、はい、そしたらなんか1日に2本だけ出る、そこから50分かけていく栄クラブスキー場っていうところには行けますよ。ほう、あ、じゃあそこ行ってみようかって言って行ってみたら、バス、送迎バスでうちの家族3人と、もう一組の家族3人の6人が乗って、でそのまま行って降りて、でスキー場着いたの。その6人しかいないんだほぼ貸し切り。いや、もうそうなのよ、完全にちゃんとしたスキー場よ、でそう、さっき SNS 上げたんだけど、誰もいないの。あ、そうですか。で雲の上みたいなところからさ、俺全然初心者だからさ、そこからゆっくりその迂回ルートみたいな、最高だったね。いいですね、穴場ってのあんだね。やっぱり新潟のスキー場有名なとこだと、ね、こうスノーボーダーの人とこう一緒にスキーヤーを、こう滑って、なんかこうドキッとする時とか、まあ、子供連れてると特にあったりしそうだなと思うんですけど、いいですね、のびのび。なんかね、長野と、新潟の県境かなんかであって、みんなガーナ湯沢みたいな、でこっちは野沢温泉みたいなとこメインってから、そうちょうど真ん中にあるからあんま知られてない、でも一番雪が多いみたいなところで、あ、素晴らしい、これは人に勧めるには最高だ。だからちょっと車で越後湯沢があって1時間10分ぐらい車で行かなきゃたどり着けないとこ、でもうちの家から車で3時間ぐらいのとこだから、これやっぱガラガラの、ガラガラって言うとそこのスキー場申し訳ないんだけど、なんか最高だったね。いいですね、独り占めみたいなとこね。できました、鎌倉は。鎌倉できた。お、鎌倉は部屋のコテージのところで横で作って、もうコンプリートね。あらあら、そうですよ、いい、よかったよかった。冬休み先取りですね。ここしかないんだよ。あ、そうなんですか。コネクト、あれ昨日なんか月火水なんか収録して来週ないっつって。そうなんですよ、木曜だけ
来週は来年はどっから始まるの？1月の2日放送はね、はい、生放送は、で生放送は4日木曜日から、今日まであって、はい、木曜から、休みないじゃないか。そうなんですよ、休みないじゃないか木曜日。すいません、そうなんですよ。そうなの、ちょっと木曜あの出勤のほどよろしくお願いいたします。いやいや、ありがとうございました。今年1年、はい、ね、本当の1年の終わりですよ今日で。そうですね、毎日聞かれてると思いますけども、はい、何点ですか今年の石山蓮華は。点数で言うんですか？100点中、はい、100点中、うん、じゃあ68ぐらい。あ、低いか。自己判断、まあまあね、もうそういう気持ちじゃない。70、うん、6.8。よくわからない周波数みたいになってる。どうですか、良かったではどうですか、まず70点の良、かったところは、うん、そうですね、コネクトにこう少しずつ慣れて、ね、今年からだもんね、人生ちょっとも もうまるで別世界やな今年。まるで本当にトンネル越えたら銀世界みたいな。うわ素晴らしい、いい表現。感じでありがとうございます、はいはい、本当こう楽しく過ごさせていただいて、はいはい、でこういろいろなそのリスナーさんからのメールをいただいて、うん、あ、こういう人に聞いてもらってるんだ、うん、こういうシーンで聞いてもらってるんだって思うこともたくさんありますし、ね、日常いろんな面白いことみんな考えてるなっていうのも本当楽しいですし、やってみると分かるよね、いきなりさラジオやって、いきなり昼の帯やって、素敵な位置。それは70点。本当に嬉しいですけど、うんうん、でもその70点のうち60点はお金が入ったからっていうことでしょ。そうですね、トンネル開けたら金世界っつって金世界、銀貨がジャラジャラって、まだね、今年の俺の中で蓮華、はい、さんとこう放送してて、名言として残ってるのは自分のことを分析して言葉で言えますかっていうのは、私意外とお金が好きだと思ったっていうのが一応僕の中でハイライトナンバーは。そうなんですよ、いいね、なんかこう木曜日に来るとみんな、積み立てはしてますかとか、貯金はどうですかとか、あのニーサとかイデコはやってますかってこう話をよくされるんですよ、ね、これそう、他の部分やってないの、木曜だけなの。そう、特にあの木曜以外のこの、うん、なんか始まる前にふわっとこう打ち合わせというか、はいはいはい、雑談をこうみんなでしたりしますけど、うん、他の曜日でこんなにお金の話はしてない。そう、絶対やった方がいいよ。そう、新ニーサやってる、新ニーサ来年から、もうすぐだからねこれ、うん、なんかその先日、まあ、23日に、うん、あのラグフェアさんのライブを、あ、そうだそうだ、見せていただいて、ありがとうございました。やっぱりこのラジオで話してるレオさんって、まあ、お金の話にちょっと結構細かくて、っ戻ってきて俺もお金の話か。で、あのやっぱこうホラー吹きがちみたいな全部に少しずつ違ってますけど、まあまあまあ、受け入れましょうか、ところがあるんですけど、やっぱり私がこれまで1年、はい、この、まあ、8ヶ月ですね、はい、4月からね、あのお話ししてきたレオさんって、うん、レオさんとい う, こう多面体のごく一部でしかないんだなっていうことを、はいはいはい、本当にいい意味で感じる、すっごい楽しい、マジで面白い、すごいいいライブでしたね、うん、そのいい意味でみたいなことを強調する感じがちょっとぐっとした問題があるんだけどね。あ、そうですか、それは良かったですけど、はいはい、あの私そのラグフェアさんの曲でその有名な曲しか知らなくて、はい、でこうライブも初めて伺いますし、有名な曲なんてそんなないですけど、ね、いや、うん、でこの、あ、この曲っていうところからこう始まって、はい、で初めて聴く曲も、うん、やっぱりそのレオさんの MC 力とかもあって会場全体でうわー楽しいっていう、うん、なんか心の壁をパッと、はい、その払ってくれるあったかさとか、その絶対楽しめますよっていう、はいはい、そのレオさんの花があって、はい、本当に楽しかったですね。あら、そんなに居心地悪い顔しますか。いや、慣れてねえんだよ。そう言われる。あ、まあまあ、でも嬉しいですわ、はい、ちょうどね、歌丸さんとさ、はい、ライブの MC 論っていうのをさ、やたら熱く語ってしまった直後に来る、はい、TBS ラジオチーム。そうなんですよ、そこ4人来たじゃん、はい、あの4人さえいなきゃやりやすかったよ。そうですか。ハードル上がったわと思いながらね、MC、見えたから、蓮華さんも。あ、見えました、ちょうど。そう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 、拍手も大げさにしてくれてありがとうね。いやいやいや、楽しく、あの、うん、ちょっとね、このパンパパンみたいな、あの手拍子がちょっと難しい曲があったんですよね、うん、例えばちょっとどの曲でどういうやつだった、うん、パン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 みたいなと、うん、それ普通だよ。そこはやってきてほしいな。あと、うん、
パッパンパンとかパン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 みたいな曲があるじゃないですか、うん、どん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 こうあの神様お願いってですね、俺らがあの拍手がないと歌えないっていう、ああそうだそうだ、こびるだね、うんうん、あれでいろんな拍手をやってもらったんです、いろんな拍手をこうやったんですけど、はい、うん、難しかった。この倍にパンっていうのとこうパパパパパパンみたいな、より細かくなるんだよね、うん、TBS のラジオ、はい、あの他来てくださったんですよ、レンゲさんの手拍子がひどかったって話はなんかうっすら耳に入ってるんですけど、私はねやれてるつもりだったんですけど、はいはい、本当にこう純度 100% で、あの手拍子が苦手な人間も楽しかったですし、そのレオさんがやっぱりそのラジオ の, あのチームが来てるから、もしかしたら気を使われたのかなっていうところが一個あって、でおうどこだ、あの曲の中でそのパフォーマンスとしてお客さんに投げキスをする曲あったじゃないですか、まあまあ、加藤さんが、ね、特にやるところで、はい、僕はあんまりやってなかったんですけど今までは、はいはい、でこうレオさんもこうチュッてやってみんなお客さんがいひゃーってなってる、あのそうなんで、ちょっと、うん、そういうことは密室でやろうぜ、あの空間はそれを求めてる人もいるということが担保されてるところだから、あまり僕は外ではあんまり見せないですよ、だからね。でもでも本当にやっぱステージの上のレオさん花があって素敵だったんですよ、うん、で、あレオさんこういうの似合うんだと思って、うん、わーって思ったら、うん、もう宙が終わった瞬間レオさんがスーってこう舞台の奥に下がっていって、あーザリガニみたいって思うザリガニみたい違う、これは歌丸さんの話です。あれね、奥行きを使う方がなんかすごく動きがあるんです、はい、あ、そういうことなんですか？みんなねステージのパフォーマンスね、横に動くということをですね、メインに使う、奥も使うとですね、よりちょっとダイナミックになるっていうのがちょっとその、ね、あそういう演出だったんですね恥ずかしいわ、まあでもよかったです、僕的には、ナックファイブの方の佐々木萌子さんとレンゲさんと一緒に写真撮れたのもなんか嬉しくて、私も嬉しかった、他局同士のやつもカメパのポーズも一緒にさせてもらえて、はいはい、で、あの横並びで見てたんですけど、佐々木もよこちゃん の,、うん、あの拍手がやっぱすごかった、あの右、ね、私から見てもよこさんは右手の方にいらしたんですけど、ね、うん、あの白い手がすごいこう前の方まで来てるのを感じました、うん、目立つたね、悪目立ちしてたいやいや、そんなことないそんなことないですよ、私はナックだみたいな、いやいやいや、ヒゲ剃りナックだぞみたいな、そんなこと、そういう悪目立ちしてたよ、別にそこギスギスしてないしてないか大丈夫です、してないんだよね、大丈夫です、どうですか、じゃあそのステージを見た上での僕との立ち振る舞いは変わりそうですか、はい、来年か変わんないの、すいませんね、あの被せて否定しちゃって、じゃあじゃあじゃあ俺さ、もう最後の最後でさ、はい、あの悔しい思いがあったんで、みんなどうなのかをちょっと聞きたいんだけどさ、今大掃除を昨日今朝から始めて、旅行から帰ってきたから、ついにやってしまったんだよ、ついに負けたんだけどさ、みんなあの健康器具さ、はあ、俺エアロバイクを買ったの、ああれさ、はい、廃棄したら負けじゃん、自分の負けじゃん、うんうん、ついに申し込んでしまった、粗大ごみを申し込みましたくっそ、 あれなんであの精神も鍛えられるね、エアロバイクって、あれ部屋のどこに置いてたんですか、お家の倉庫、ああじゃあもうそれはほぼ使ってない、いやいやそうなんだよ、いや一時期ずっとリビングにあった、でそれを見こぎながら映画を見るというのが非常に良かったなと思ってたんだけど、なんか子供がドリブルやるみたいなことになって、じゃあちょっといいよ一回部屋に置いとこうかっつって、で俺の部屋に置いといた、そしたらなんかラグのグッズが来て、あこれちょっともう行かなきゃなっつって、うん、また倉庫にしょって、まあ使う時出せばいいやみたいな、うん、一度も出さずにずっと倉庫にあって、あでもね廃棄にするのはこれいかんじゃん、違うんだよ、あのね寄付できるんだ、お次に使う人のためのだったらしょうがないなっていうのは、りょうさんは誰に向かって今言い訳をしてるんですか、いやこのなんか自分に、ま、最後の最後でこう悔しいんだよね、みんなどうしてんの、どうしてんの、あれ健康器具ってさ、はい、いっぱい買うじゃん、はい、どうしてんの、あれ私も今年1回も飛ばなかった、はい、まあ、今年に入ってですね、はい、一度も多分飛んでない、トランポリンをずっとベッドの下にしまっておいてたんですけど、うん、それはあの廃品回収に出しました、 それは言いづらいよね、俺もラジオでさこういうの仕事してるからさ、これいいよみたいなの言ってるわけ、うん、トランポリンもエアロバイクも全部言ってるわけ、今一個もない、うわいやそうだよね、時間的にはここだよね、いやなんかくそ、23年最後の放送、今日も頑張りましょう、どうぞよろしくお願いします、お願いします。
お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでタトゥーでした。もうね、土屋さんはねヒゲダンが多いんですよ。今日もヒゲダンです、ね、今日も。ただ今日年内最後なんで、はい、なんか一番今年聞いた中で一番好みと思ったのはやっぱこれなんだよね。見事だねこの曲ね、歌詞のテーマとこうサビに入った時のそっけないのとこのそっけが最高ね。そんなとこがあったんです。いや もう見事だよ。ヒゲダンはさ、いつあのネタが切れるんだよ。あ、曲のずっと見事だよ。うん、もう感動しっぱなしヒゲダン。今日タトゥー、今週はタ、今年はタトゥーです。今年はタトゥー、はいはいはい、そうです。ありがとうございます。来年もヒゲダンですか。いや、わかんないですよ。それも来年オラグ表頑張んなきゃいけないですけど。そうですね。そうですよ。いっぱい聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日のメニューです。3時からは土屋レオのもしもしパイセン、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な経験をいろいろ電話で伺うコーナーです、はい。現在募集しているパイセンはこちらです。餅つきがうまいパイセン。はい。ぺったんこ、ぺったんこでございます、はい。そして成人式で昔の同級生に久しぶりに会って結婚したパイセン、うん、これはちょっとストライクゾーン狭いんじゃないかなと思ってんだけど、スタッフ曰く、いや、まずは結婚式でまた行かせてくださいと、結婚で行かせてくださいと。これは厳しいらしいです、それはそうだろ、それはそうだろ、これ厳しいよ、うん。やっぱり私は人 の, あのラジオやってみて思ったんですけど、うん、私恋愛の話好きなんですよ。あ、それはね、そうだね、うん、人特にコネクタ恋愛の話楽し好きだよ、うん、好きなんですよ、うん、だからちょっとここら辺はちょっと、うん、募集してこれはちょっと なんとかお願いします、はいはい。そしてもう一つがお年玉を10万円以上もらったことがあるパイセン、うん、っていうのが ねスーさんや近藤さんからも聞きましたけど、まあギリギリいる気がすんだよ。合計したらレオさんはでもありそうですもんね。いや、だからやっぱ、うん、結果あった気がする。うん、ただちょうどぐらいだよ。ここまで来たら破天荒な額来たよね。そうですね、はい、よろしく、はい、いろいろあるかもな金額で。そうだ、あの親戚の方のことを金額でレオさんは呼んでた、うんうん、呼んでたっていうことをね、ラジオでよく言ってますけども、はい、あのリスナーが本当にひどいって僕のエゴサーチのと、あれは今後封印した方がいいなという僕の過去の話ですね。今後はちょっとファッとします。あ、そうですか、はい、よろしくお願いします。内緒ですよ皆さん、はい。4時からはゲストコーナー、木曜日はコネクトゼミナールです、うん。今日は新幹線学パート2です、はい。ゲスト講師は文筆家の竹内正弘さん。新幹線リニアモーターカーにまつわる講義です。かわいいよ、はいはい。僕も隣でそっち側なんで、ね、あ、じゃあちょっと本当に私はあの鉄のことはあんまりよくわからない。僕は中でもリニアモーターカーの企業努力が好きなタイプだから、うん、ちょっと今日は抑えめで頑張りますけども、はいはい、よろしくお願いします。はい、4時40分頃からは協会健保プレゼンツ元気にコネクトです。今週も、健康にまつわるお医者さんのお話を伺います、はい。テーマは歯の健康です、はい。5時からは日替わりの企画コーナー、木曜日はクイズ企業努力です。来ましたよ、企業努力が大好きなんです。私土屋レオ、さまざまな企業努力をラジオの前の新たにクイズで出題いたします。今日は年越しにも欠かせないあれでございます。はい、何でしょう。僕はへーと思いましたね。なるほどっていう、お楽しみでございます。はい、そしてコネクトではオープニングで話した内容からテーマを決めております。はい、行きましょう、はい。コネクト年内最後のメッセージテーマこちら、ガラガラだったことある。いいね、いいですね。ちょっと俺ハッシュタグコネクトでさ、はい、画像を上げたから見てよ。本当にガラガラなんだ。あの見せていただいたんですけど、本当本当にもう貸し切りでしたね、ゲレンデ。あんないいところリフトで上まで上がって、そこから3キロぐらいの迂回コース行くんだけど、そのリフトに上がってる間に両サイドにスキー場があるんだけど、降りてきたの3人だけだったんだよ。で下にいたのは俺ら言われて2家族だけだったから、はいはいはい、合計で9人しかいなかったと俺は踏んでる。でもそんな感じだったいいですね。最高だ、滑り放題だし、うん、いろいろ雪遊び放題。ただそれは行く側ですよ。運営側からしたらあれだし。そうですね、ライブをやる人間からすると夢に出る。いや怖いな、明日のワンマンライブって言ってこう起きてさ、夢の中にもうステージ上がったら誰もいないみたいな、いっぱいでしょ。そんなの見ますか、はい。そうなんですよ、ちなみに今日の TBS ラジオも
入ってきましたけどガラガラです。そうですね、もう昨日であいつら昨日で休んですからねえ、仕事収まっちゃったんですね。本当だよね。だからあの今日電車も、まあ、なんか普段よりこうちょっとみんなおめかししてる人がいたりとか、うん、ちょっとねもう年収まってきてますね。そうなんです。どうですか、うん、ガラガラのところは好きです。好きなタイプですか、ね、はいはい、いいですね、うん、観光地とかねやっぱガラガラのところがいいし、うん、だライブになるとガラガラだと不安になる、不思議なもんなんだよ。確かに、うん、ミュージシャンも出る側もガラガラだとテンション下がるから、あれなんだよ、イベンターさんのもう本当に苦労なんだけど、いないところを黒い幕で囲ってガラガラを見せなくしたり、はい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 、そんなことあんま言うことじゃないけど、うん、アルバイトを雇ったりする場合。あ、そうなんですか、うん、演劇私こうやることあるんですけど、うん、舞台でそのどれぐらい入ってるかなとか、うん、わ今日わガラガラだっていう時はありましたね。俺あれ行ったことあるよ、タトゥーの東京ドーム公演。おあれはすごかったよ。覚えてないかな、ちょっと長い話がね、ごめんなさいね。あの一時期さ、なんかミュージックステーションとかでさ、はい、出なかったりとかドタキャンした後に、東京ドームで 2days かなんかあるんだけど、ほとんどみたいないないってことですか、うん、なんていいのかな、うん、両手ドームで、いやいやそうよ、 両手は嘘だけど、でも両手15ぐらいのもうなんていうのステージの前だけみたいな時あった、だからもう全音楽関係者に配られるわけよ、わ行きませんかって言って、うん、それは最初の30分ドゥーあ1時間ぐらいドゥーツクドゥーツクドゥーツってなんかよくわからない DJ の人が1時間いやいや全然出てこない、そういやだから本当に M ステみたいだなと思って出てこないのかと、でもそれはまあねえ、でも、頑張ってた。タトゥーの2人は、はい、そんなとこでもテンションを下げずにちゃんとプロのライブをやってくれたらかっこいいなと、うん、俺好きになっちゃった。あ、よかったですね、うん、響いてたよ。なんかタトゥーの2人も苦労人ですね。でもやる側としてもだから今ね国立競技場とかさ、うん、あのね、入ってなくても入ってるように見えるようにね、ちょっと千鳥の色がさ、はいはい、色々あったりとかして、うん、あの椅子の色が塗ってあるやつ、うん、ごめんね年末に景気の悪い話していや、うん、大丈夫これ、タトゥー聞いてないからだタトゥーで、私はタトゥーの曲好きですよ、うん、今日ヒゲダンタトゥーだから、ね、そうだタトゥーついてますね、そのタトゥーは偶然、本当の奇跡です、さすがさすがだ、いや先輩ちょっとやっぱラジオやってるといろんなことがあるんだな来年に向けてみんな話し合いください、はい、私まだ年内に2つ生放送残ってますから頑張ってください、頑張りますよ、よろしくお願いします、はいはい、ということで今日のメッセージテーマはガラガラだったことあるです、はいはい、メールの宛先はconnect@tbs.co.jp、 connect@tbs.co.jp です。コネクトはアルファベットで CONNECT です。 TBS ラジオ、そして長崎佐賀の NBC ラジオで放送中のコネクト、 YouTube でも生配信中です。よろしければご覧ください。お願いします。午後5時半までお付き合いのほどよろしくお願いします。コネクト。
時刻は2時27分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、こんにちは。お願いします。こんにちは。お伝えします。今月23日、奈良県下北山村の国道で起きた土砂崩れに車が巻き込まれ、男性1人が救助された事故で、他にも巻き込まれた車があるとみて捜索活動を続けていた救助隊が、今日午前、土砂に埋まった車の中から人の上半身の一部を見つけました。着衣は確認できておらず、年齢や性別は分かっていません。消防によりますと、埋まっている車は行方が分からなくなっている和歌山県の70代の男性のもので、おととい土砂の中からバンパーやドアなどが見つかっていました。警察と消防が捜索活動を続けています。日本が地対空ミサイルパトリオットのアメリカへの輸出を決めたことに対して、ロシア外務省のザハロワ報道官が日本に深刻な結果をもたらす恐れがあると警告しました。ザハロワ報道官は27日、パトリオットが最終的にウクライナに渡る可能性は否定できないとして、そのような場合はロシアへの明らかな敵対行為とみなされ、日本にとって深刻な結果をもたらすと主張しました。またパトリオットの輸出は世界と地域の安全保障に悪影響を及ぼすと訴えています。トルコのエルドアン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相をナチスドイツのヒトラーに例えて批判しました。エルドアン大統領は27日、イスラエルによるガザへの侵攻とナチスによるホロコーストユダヤ人大虐殺を重ね合わせて、ネタニヤフ首相はヒトラーと何が違うのかと述べた上で、欧米によるイスラエルの支援がガザで2万人以上を殺したと非難しました。エルドアン氏はこれまでにもたびたびイスラエル批判を繰り返していて、今年10月にはイスラム組織ハマスについてテロ組織ではないと擁護する発言もしています。ニュースをお伝えしました。中村久人さんでした。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から長谷川真紀子さん、こんにちは。お願いします。はい、こんにちは。伝えします。首都高速道路は三郷線の上りの可変付近、右側で乗用車同士の事故のために6キロ、三郷ジャンクションからは40分です。神奈川県内では保土ヶ谷バイパスの下り、下川インター付近、車両3台の事故のために渋滞しています。7キロの渋滞、保土ヶ谷バイパスの下り線、全線通過には45分かかっています。この神奈川県内を通ります東名高速道路下りは大和トンネル付近で13キロ35分です。埼玉県内では越谷市内の国道4号下り、南小木島で断続的ですが3キロ半、千葉の国道16号内回り、市原市八幡海岸通りでは事故のため500メートルです。都内では第一京浜の上り、大田区中6号1丁目で行われていました事故の処理終わりました。警視庁から以上です。長谷川真紀子さん、ありがとうございました。次の交通情報は2時52分ごろにお伝えします。この後は快適生活ラジオショッピングです。
紹介です、はい、今日のメッセージテーマはガラガラだったことあるです、練馬区のラジオネーム唐揚げすきおさん、ありがとうございます。40歳男性の方です、はい、今年初めに公開されていたアーティストのドキュメンタリー映画があったんですが、ライブドキュメンタリーだったため見ながら歌いたいな、お客さんみんな歌うかな、まだコロナを気にしている人もいるから無理かなと思いながらシアターに入ると、なんとうちの夫婦だけでした。時期が終わりかけだったこととレイトショーだったこともあるんですが、貸し切り状態で大熱唱しながら見られましたと。それはいいね、よかったですね。はい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 、はい、まあそうか、いやか、これ歌っていいとかあるよね。あ、そうですね、そもそもそういうルールの、あの発声 OK 上映とか応援上映とかありますよね、うんうんうん、まあそう、じゃあサウンドも最高だね。ねえ、なんか嬉しいよね、自分ちみたいみたいな感じになるってことでしょ。本当ですよね、しかもライブ映像だったら楽しいでしょうね、はいはいはい。うん、自分家だと想像するよね、その間ね、細めにして、これが俺ん家だーって宝くじ当たるとこういうことかみたいな。宝くじ当たったらやります、そんな。いや、なんかプライベートシアターなんてさ、夢のまた夢じゃない。そうですね、どうすんの6億当たったら。え、6億、そんなことばっか考えてるタイプ的に。楽しいよね、あの時間。6億か、うんうん、大きな犬とも暮らしてみたいですね。お、今小さな犬がいるので。そうなの、いいね。6億だと、キリンとかも暮らせますかね。暮らせる、うん、キリン、キリン。ルートはどこで買うのそれ。あ、まあちょっとどうですかね、施設の動物園とかかな。俺結果最終的にいつもと変わらない生活をするって一番贅沢だと。いいんだ、なんで CM 行ったんだよ。もうここでいいかって。コネクト。コネクト公式の LINE オープンチャット開設中、ぜひご参加ください。TBS ラジオからお送りしているコネクト、木曜日は石山レンゲと土屋レオさんでお送りしています。ここからはこんにちは〇〇ですから始まる声のお便りコーナーです。今日はどなたでしょうか。早速〇〇さん、こんにちは。こんにちは、純烈の酒井和義です。スタジオのレンゲさん、はじめまして、はい、初めまして。そしてレオさん、以前テレビでねご一緒したことあるんですが、覚えていらっしゃいますでしょうか。はい、覚えてます、ね、2019年、もう結構前、4年前なんですけども、TBS の特別番組中居くん決めて定点カメラを見た芸能人ヤバい生態2時間スペシャルという番組なんですけども、中にね国分寺出身の、まあ、私たち、あの中居さんと唯一そこであの共演させていただいたわけなんでございますが、もうねその印象しか残ってないんですよ実は。土屋さん、
多分土屋さんもその時一生懸命やられてたと思うんですけど、純烈はまだねその頃ね本当有名な方と共演するということがほとんどない時代でございまして、目の前に中井さん現れた時に全員メンバーが真っ白になっちゃったという、そんな思い出があるわけでございますが、まあ余談はさておき、2023年も暮れ年の瀬でございます。ということは私たちアーティストにとって大切なあれでございます。輝く日本レコード大賞が迫ってまいりました。今年で65回目を迎える今回でございますが、純烈も、去年に引き続きですね優秀作品賞をだって巡り会えたんだでいただきました。すごい応援皆さん本当にありがとうございます。レコード大賞というのは新国立劇場でものすごい音響抜群の環境に全国からもうよりすぐりのミュージシャンがスペシャルバンド、スペシャルオーケストラを組んでとにかく最高の音楽体験をしていただこうという、そういう心意気にあふれた、そういったステージになっておりまして、僕らも初めて、作品賞を選ばれた時に絶対かっこいい服を着てきた方がいいと、バラエティ感のある純烈というよりはアーティストゴリゴリで行った方がいいということで、シックな純烈で攻めていくという戦略でですね、毎年頑張ってるわけでございます。ということで、本当に年の瀬となりました。今年純烈ね284ステージ、やらせていただいたということで本当に全国飛び回りました。ね、来年もですね、でっかいところでのコンサートやろうと思っておりますので、これから続々と情報解禁となりますので注目していただければと思います。本当に、この場をお借りしてですがありがとうございます。ということで、スタジオのレンゲさん、レオさん、ぜひ今度はスタジオ呼んでいただければと思います。以上、純烈リーダー酒井和義でした。そんなやり手だよね酒井さんね。84ステージ。お見事だ。素晴らしいですね。やっぱそれだけ健康でいるということも大事なの。素晴らしいし、何かしら僕も参考にしなきゃなと思いながら酒井さんいつも見ております。そうですね、はいはい。純烈の皆さんも出演する第65回輝く日本レコード大賞は、あさって30日土曜日の夜6時からラジオでも生中継します。進行は TBS の赤荻歩美アナウンサーです。ラジオ独自のアーティストインタビューもあります。詳しくは番組公式 X ラジオでレコ大をご確認ください。純烈の酒井和義さん、ありがとうございまし た。以上、こんにちは〇〇ですでした。
お送りした曲は純烈でだって巡り会えたんだでした。ここで TBS ラジオ交通情報です。道路交通情報センターから中澤真希さんお願いします。はい、首都高速道路は三郷線の上りが加平で乗用車2台の事故のため三郷ジャンクションまで6キロの渋滞です。3号線の下りは用賀にトラックが故障して止まっているため渋谷まで断続的に6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に13キロの渋滞です。3号線の渋谷から東名高速道路の海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの相模原市方面に向かう下りは下川インター付近でトラックなど車3台の事故のため横浜横須賀道路へ伸びて9キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。中澤真希さんありがとうございました。次の交通情報は3時31分ごろにお伝えします。ここで今日のお天気です。気象予報士の長谷部愛さんお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと北風が冷たい一日となりそうですね、はい、でもあの九州から関東ではこの後も晴れそうです、はい、で明日もですね九州から関東では晴れてちょっと暖かくなりそうです、最高気温が14度くらい、ですのですごいです。この年末年始にもうね、もう年末、びっくりした。気温だけ感じたら俺が植物だったら気づかないと思う、はい、本当ですよね、本当ですね。うちの朝顔まだちょっと咲きかけてるのもありますよ、未だに。そうですね、私もちょっと桜だったら咲いちゃいそうな、本当ですね。桜はいつでも咲いていいのよ。いつでも咲いてもいいのよ。パパパ、うん、じゃあ来年はパッと、はい、でこの先の雨なんですけれども、はい、九州は30日に降りそうで、関東は大晦日の午前中になりそうです。はい、あんまり年末年始雨降らない印象なんですけど。そうなんです、すごくそれ聞かれて、あの実は大晦日の関東というか東京の雨は降ったら19年ぶりです。おお、なんかそうあるんだよ、クリスマスに雪降ったことないとかみたいな、そういう印象みたいなのあるんですね。あのひたすら寒くてあのカラッカラの北風が吹いてるっていうのが年末年始なんですけど、今年はちょっと緩む分雨の降るタイミングもあるっていう感じなんですね。雪降ったね19年前、確かすげえ覚えてる。そうだ、寒い日がかな、だから今ちょっと裏覚えしゃべりますね、はい、であのそれでその後ですね、元日と2日はちょっと冬らしい寒さになるんですけれども、3日はまたちょっと雨が降りそうで寒さが緩んで14度くらいとなりそうですね。もう笑っちゃうね、14度ってなんだか落ち着かないですね、お正月に。でも、まあ、湿り気がねこう出るのはちょっと、はい、まあそうですね、いいところですよね、はいはい、どうですか今年の予報業界は質は高かったんですか。
いやあでもなかなかまあ良かったんじゃないかなと、まあそうね、いうふうに、うん、まあそうね、今なんかトゲがぐさりと、いやいや、ハズレさんを信じて生きてるから、今年は外れてなかったなって、大丈夫でしたか、ハズレさんのおかげですごくロケに行く時とかもこうちょっと教えてもらえて非常に助かりました、本当にありがとうございました、当てられまして良かったです、去年は晴れるって言われて土砂降りだったとかあったから、それ言いますかに、それ土屋さんの魔力なんで、俺のせいでした、俺のせいでした、いやそんなことはないですけども、うん、来年も当てていきたいと思います。はいはいはい、ありがとうございました。ました気象予報士の長谷部愛さんでした。この後はメッセージのご紹介です。メッセージテーマはガラガラだったことあるです。はい、はい、東京都のラジオネームビビビビビッケさん、はい、女性の方です。私は先ほどまでドームの物販に間違えて1日早く並びガラガラのドームにいました。あら、あらあら、東京ドームみたいなとこね。そうですね、うんうん、悪夢で見るタイプの一人違う時空に飛ばされたという感じのガラガラ具合、なかなかない体験でしたよ。翌日じゃなくてまだ良かったと捉えるしかないね。そうですね、確かに予行練習ってことで、俺も昔今リハーサルが12時からって言われて高田の馬場で、はいはい、10時に行ったら待てど暮らせど誰も来なくて、うん、夜の12時あらららららずーっと待ってたね。わざわざ国分寺から行くからさ、戻るわけにもいかないから、そうですね、うん、それガラガラいっぱい思い出してきたらちょっといい喋ってのお願いします。レオナルドのマッキーの時に、はいはい、ラジオの公開、そ、違う違う違う、マッキーと終わる頃のマッキー、終わる頃のマッキーに、ちょっとディレクターが今そんなことないですよって言いかけて、そういうマッキーじゃない、本当終わる時期のマッキーに公開イベントだったの、はい、でそれが駅ビルの、なんか駅ビルじゃない普通のあれだ、日比谷のビルの外かなんかで、強風になったら中止になりますっていうことがアナウンスされてて、おそらく強風だっていう中をずっと前の日から言ってた、明日ほぼほぼ中止かもしれないので一応連絡をみたいなことだけど、うん、ギリギリやるようになったのよ。ああ、ガラガラだった。切ない。それを元ツイッターに上げられて、レオナルド現在みたいな。あくまでも時期が末期なだけでしたけどね、あれはね、うん、切ない。ようやくやりたいことが見えてきたなって思った時に、終わりをつけられた。本当に怖いです。はい、いやいや、わかるよ、わかるよじゃない。いや、そういうね、僕も初めてだったから、そういうところは教具いろいろ話聞いて、ちょっと、はい、その時の気持ちは伝えられる。はい、いろいろ教えてください。ありがとうございます。もう一通、はい、鳥取県のラジオネーム一匹ありさん、36歳の方です。はいはい、田舎の平日の映画館はガラガラで一人で見たことがあります。うん、大学生の時モテキという映画を見ていたら7人ほどで、うん、僕以外全員カップルだったことがあります。一人だけの時よりも気持ちはガラガラでした。あらら、そういうことあるよ ね、うん、ね、恋愛映画ね、うん、俺気にしないですよ全然。私も気にしない。全然俺一人で何がおるんだ。バカ野郎。誰にですか。頑張ってますね。はい、
コネクト。コネクト。コネクト。時刻は3時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。あ、どうも、木曜パートナー土屋亮です。ここからは曜日パートナープレゼンツの日替わり企画コネクトネット。木曜日はこちら、土屋亮のもしもしパイセン。年内最後でございます、はい、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというコーナーでございます。先週のパイセン覚えてますか、はい、高いビルの外側の窓の清掃をやってくださっているパイセン。うーん、すごかったね。すごかったです。一番高いところから降りる時の、背中から降りてるみたいな紐のやつね、あら、怖かった、ね、かった。でもやっぱりそういう人のお仕事のおかげで猫綺麗になってるんだもん ね。ありがたいですよ。大掃除した？家の今週やるつもりだったんですけど、うん、何にもできてません。まあね、今日まだね、明日から、はい、うん、明日旅行行っちゃうんですよ進捗ゼロです やんねえじゃん、やる気ねえじゃん。やりますよ、うん、30日に帰ってくるんで、うんうん、30、31で、うん、本当、木曜日聞くから、4日に聞くからね頑張りますそういうようなことでいろいろね、お掃除やってるパイセン、はい、先週でございましたが、今週のパイセンはこちらなんです。餅つきがうまいパイセン。やっちまったなーですよ、はい、やっぱね、ギリギリ間に合いました。嬉しい、嬉しいでございます。ありがとうございます。餅つき自体はやったことはある？そうですね、あの子供の時に、うん、なんか地域の催しとかでちょっとだけなんか子供用のその、はいはい、キネかなんかでついたことがついたことありましたね、はいはい、でも大人になってからは全然ないです。ないかもね、はい、うちは子供が幼稚園保育園でってやろうとするとコロナになって、あとか、なんか衛生面でなんかやめるみたいな時期が重なったような記憶がある。なるほどなるほど。なんか遠くでやってんのを見てそれを渡されて食べたみたいなことをうちの息子が言ってた記憶がある。遠隔で、うん、遠隔、まあ、遠隔というか、まあ自分は触れない、まあ距離を取って、ね、うん、そういうようなことがあった気がしますが、うん、ただ楽しいよね、楽しいです。日本人でよかったななんて思いますが、うん、全国餅工業協同組合のホームページによりますと、餅つきというのは昔日本の年の暮れの風物詩の一つで、かつては年の暮れになると日本中の家から餅つきをする風景が見られていた。家よ、お家で。だからさ、あの先々週のクリスマスのイルミネーションのアメリカみたいな感じだったってことなのかね、そんなに多かったということなんです。で、年の暮れという期間も特に12月28日か12月30に行うことが多かった。へー、からじゃないです。28か30に行うことが多かった。ほうほうほう。29飛ばされます、はい、なぜか29日、29はくもち、苦しいの句と書いて苦持ちと言って、数字の9が苦しい、苦痛などの苦しいなの句に通ずることから縁起が悪いとされていると。ただ絶対に29日に餅つきをやらないわけではなく、お寺によっては29日は福をもたらすということで、言い方です結局どっちかどっちかを信じるかってことですね、うん、そういうことは、そういうことなんですよ、ね、ということで29日に餅つきをするところもあるそうでございます、はい、で31日も飛ばされるんですよ、うんうん、どうしてか。31日は一夜餅といって、餅がしっかり固まらず二段重ねの鏡餅が沈んでしまい縁起が悪いとされるので避けられる。いろいろあるんだよ。難しい、縁起か、縁起なんですよ、まあ、大切ですよね。そういうことでございます。でさすがに現在は家で餅つきをする家庭はまあ少ないと思う。てか見たことないかもな、家単位では。今でも幼稚園の餅つき体験や商店街、町内会のイベント、記念行事といったお祝い事などで餅つきが行われています、はい、これは見たことある、うん、そんな餅は稲作が伝来し、蒸す技術が普及してきた弥生時代頃から作られるようになったと言われている。随分と昔からです。餅はただの食べ物ではありませんでした。お餅は稲の神様、稲作の、ね、稲の神様を表すもので、神が宿る、もう神聖なものだ。へー。また餅には食べると力がつき、新しく生命を再生される
させる霊力があると信じられ、お祝いの特別な日や節分、桃の節句、端午の節句などの節句ごとに作られて備えられ、七夕、お盆、お彼岸などの季節の節目にも食べられるようになったということで、ね、この冬だけじゃないと。そんな餅を作る餅つき、餅つきに欠かせない道具といえばもちろん臼と杵、2000年前の弥生時代から使われていたそうなんです。もともとは穀物の脱穀などに使われていた道具ですよね、はい。また臼と杵はその家を象徴するもの、冠婚葬祭にも役目があった。例えば葬儀では出棺の時に殻の臼をつきます。へー、ほう、これは個人の家からの永遠の別れを意味する。なるほど。したがって日常で殻の臼をつくことは縁起が悪く避けられていた。難しいぜ。全部、あ、それ縁起悪い。いろいろなんだよ。いろいろな中でこれも殻の臼はついちゃダメですよ。クールポコ。クールポコなんかやっちまってるよ。本当だ。あれってやっちまってるってことか。一切入ってないよ。入ってないのか、うん、入ってない、入ってない感じしますね。だって餅配ってないですもんね。あのやっちまってます。あれ、あ、やっちまってる、あれやっちまってます。伝えておきます。あの人たちも、あの運用が大好きな2人です。あ僕ね話があるんですよ。それでございますが、そんなわけでございまして、また臼と杵を粗末に扱うことはなく、お正月にはしめ縄をつけたりしたそうです。やっぱだからやっぱちょっと大事にしようというものなんですね。当然臼と杵は神の木とされる欅で作られていたそうなんです。とにかく餅つきは昔神聖な行為だったということが分かります、ね。で今はそれが楽しいイベントとして、早くペッタンペッタンってやる、憧れる し、ね、手入れる方にドキドキするよね。大丈夫、おいさ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 、なんか おってなるとささってこうね、うん、くっついて、今レンゲさんおいさおいさって両手で順番にやったけど右手全部潰れてるよ。そうです、おいさで抜いた時にキネが来るから。そっか、うん、今、そうですよね、今両方で表も裏墓も両方でいってるから、もうどっちかもこけちゃう、どっちかが餅になっちゃう、餅、ね、ちゃうってかもしれないということです。さあそんな中上手に餅をついたことがあるパイセンいらっしゃるんでしょうか。いました。ラジオネームみんみんパイセン、女性の方です、はい。餅つきがうまいかどうかは分かりませんが、微力ながらお役に立てればと思いお送りしていました。ありがとうございます。餅つきは点点点ということで電話つながっております。みんみんパイセン、もしもし、もしもし、もしもし、ありがとうございます。よろしくお願いします。助かります。ありがとうございました。餅つき、どういうふうに関わってるんでしょうか、ちょっと教えてください。はい、うちはですね、親戚一同集まりまして、父の、あ、ごめんなさい、主人の父の実家なんですけれども、そこで、はい、あの親戚が集まってですね、先ほどおっしゃってた12月30日に、あの毎年臼と杵でお餅ついてます。すごい、なんかいいですね。ずっと毎年決まりでってことですか。あ、そうですね、毎年12月30日で決まりでやってます。ってことは、ご結婚されてから行くようになったと。あ、そうですね。今年何回目ですか。はい、今年だいたい12回目ぐらい。うわ、おいいじゃないですか。いいですね。はい、でそれで、そこまでは、実家に、旦那さんの実家に行くまではお餅つきというような経験はほとんどないですね。その、それこそ幼稚園で、あの餅つきがあったとかそういうぐらいの経験しかなかったです。そうだ、なるほど。じゃあそうやって久々に行ったらもう相手の家族はねもう慣れっこだから、そこに入っていくわけだ、はい。どういう教わりをするんですか。私はあの愛の手の方をですね、あの父から教わってやってみないかっていうので、持ってってない、キネを持ってない方ね。あ、そうですね、あのこねる、怖い方だ、ねるっていうか、はい、怖い方ですね。いきなりやれって言われるんですか。あ、でも父のを見ながら、じゃあちょっとずつやってみようって、ここだけじゃやってみてみたいな感じで、はいはい、あの返すところだけちょっとやってみるとか、最後臼から、あの持ち上げるんですけれども、そこはちょっと父にやってもらったりとか、あの徐々に徐々に、はい、教わりながらやって。ちょっと早すぎてよく分かってないんですけど、はい、愛の手の人は何をしてるんですか、あれは。ですね、キネをでつくだけだと、餅がつけてるところとつけてないところが発生してしまうので、はいはいはい、それをあの人の手を入れることによって、
うまく全体的に餅がつけるように手助けをするっていうところですね。要は餅をつかんで折り曲げてるっていうことで合ってますか？はい、折り曲げるというよりかはそうですね、キネがつく場所に、ついてないところを移動させるような、ね、なるほどなるほど、真ん中ばっかだったらちょっとずらして端っこの方をキネが落ちるところに打つところに移動すればそこ行くということ。基本中心に落ちるの で, あの、はい、落ちるので、あの端っこのものを中心に、埋め込むというかねじ込むというか、そうだ、そう、集まれ集まれっ て, っていうことなんですよね。はいはいはい、これってめっちゃ暑いですよね、よく考えたら。そうですね、めっちゃ暑いです。なんか水みたいなのつけてますもんね、なんかね、ちょっとね。そうですね、まあ、キネにも餅がだんだん水分なくなるとくっついてきてしまうので、はい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 、はい、水を打ちながら、はい、ちょっと加えながらやってますね。ちなみにテンポ感でいうとどれぐらいのスピードでやられるもんですか、これ。そうですね、さっきレンゲさんがおっしゃってたぐらいだとすごく早くて、はい、うちでついてる量っていうのが1回3升ぐらいつくので結構大きい薄なんですね。大きいですね。で、キネも大きいものなので、はい、よいしょよいしょよいしょぐらいの、それでも早いぐらいかもしれないですけど、今のよいしょ のとよいしょの間にずらすってこと？あ、そうですね。結構早いですね。よいしょ。おいしょ。よいしょ。おいしょ。はい。はあ。お父様たちのスペシャル、すごい人たちがどれぐらいのテンポでやってるんですか？あ、でもそんな危ないので、そのぐらいのテンポで。あ、はい。で、よいしょはみんなで言うんですか？そうですね。掛け声、やったりやらなかったりですが、掛け声かけた方が、タイミングも分かるので、コミュニケーションとして。でこれでじゃあ家族だって何人前っていうのどれぐらいの量を作るんですか、1回に。1回でその1回3升のものを大体毎年平均7回ぐらい作るので、結構だな。そうですね、1日ですよね。あ、そうですね、1日で、なんで午前中から始めて大体昼過ぎぐらいには終わるんですけど、早い、はい、何人前だ、7回っていうなんですかね、のし、なんかのしになってるじゃん、のし痛みたいな、 あ、ね、あれ何枚分ぐらいなんですかね、はい、あれで、7回ぐらいなので7枚分、あれを7枚ってことですか。あ、すごいな、結構で、それでもう家族で全員分で食べちゃうってことですか。あ、そうですね、あとはご近所にお配りになったりとか、あとはお友達に配ったりとかなさってるみたいです、ね、はい、これってちなみに最初は僕全然分かんないです、米粒みたいな状況なんですか、もち米の状態ですね。どれぐらい粗いんですか、入り口は。最初は、あ、入り口は蒸した状態でちょっと固めの、固めなんですかね、まあ、普通に蒸した状態のお餅なんですけど、だから炊飯器から蓋開けた時のような状態になってことですよね。あ、そうですね、そうですね、はい、じゃあそこから何回よいしょやると餅になるもんですか。そうですね、何分とか何分ぐらいですかね、でも10分とか15分ぐらいかなと思うんですけど、これずっと暑いですね、これね。そうですね、最初キネで餅をするんですね、練るんですね、まず練って最初からついちゃうと餅米が飛んじゃうので、すりつぶすんですけど、すりつぶす間ってやっぱりこうキネにくっつきやすいので、その時にキネから外す時が一番熱いです。あ、そうか、最初だもん ね、 ですね。うわ、これだって手袋するわけいかないですもんね。そうですね、もう素手でやってます。段階って、はい、結局何個くらいに分けられるんですか。最初はこう蒸したもち米、はい、そこからすりつぶして、はい、どうやってお餅になっていくんですか。その後だいたい大きい薄なので、はい、2人で1人で最初ついていって、その後2人でついて、はい、っていう、まあ、回数を重ねて、まあ、だいたい米の状態がなくなったら、揚げるっていう感じですね。何で食べるのが美味しいですか、つきたてのお餅は。つきたてのお餅はですね、私はやっぱりお汁粉。いいですね、はい、やっぱ違いますか、つきたては。つきたて全然違いますね、美味しいです。こしあん、つぶあん、どっちなんですか、好みは。あ、つぶあんが一緒です。
すごいな。いや今キネの写真を、はい、あと薄写真あるんですよ。大きいよこれは。大きいですね。立派な木ですね。これどうやって保存しておくんですか、これ薄とかは。納屋に入れとくようなんですけれども、もう100年以上経ってるらしいんですが。100年以上。はい、なんか洗って乾かしてってことですかね。あ、そうですね。で1年間だいたい使わないので、あのこの時期出してくるともう乾燥でひび割れてるらしいんですが、あのそれだとそれで餅つきに使っちゃうともう割れちゃうので、あの数日かけて水分含ませて、うーわー、一大イベントだ。本当ですね。あ、そうですか。いやいや、お話ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひじゃあまた今年もこれからですね。はい、はい、皆さんによろしくお伝えください。あ、はい、はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします。ありがとうございました、はい、失礼します。すごい暑いんだよ。暑いんですね。そうですよね。蒸したお米に手突っ込むんですもんね。今まで怪我した人とかいたのかな。どうなんでしょう。100年の、ね、歴史があったら。そうそうだ、すごいよ。まだまだいるんですよ、はい、餅つきうまいパイセン、ラジオネーム玉の紫パイセンでございます。これまた女性の方です、はい、私は履歴書の趣味特技欄に点点点、なんでしょう、気になりますね、はい、履歴書、はい、つながっております。玉の紫パイセン、もしもし。もしもし。ああ、もしもし、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。履歴書ってのはアルバ、あの会社とかに出す履歴書ですよね。あ、そうですね、会社に出すのもアルバイトに出すのでも書いたことあります。そこの趣味特技欄に何て書いたんですか。え、趣味特技餅つき。餅つき最高最高きた。ぴったりのパイセン、ありがとうございます。何年ぐらいですか今餅ついて。もう20年は固いぐらいやってます。いやいや、餅なのに。20年っていうのは最初始めた頃はおいくつだったんですか。小学校の高学年ぐらいからだったと思うんですけど。ずっとだ。正確にはちょっともういつだったかよく覚えてないぐらい。趣味ってことはどれぐらいのペースで餅をつくもん、はい、ついてる。あ、でも言うて年に 2,3 回ぐらいしかないので。ついてんだ。はい、そこでがっつりやってました。それはあのつく方、あの愛の手、どちらですか。あ、どっちも今はやります。どっちも、はい、最初はつき手から始まって、でだんだんと返しの方もやっていった感じで。でも趣味特技に書くぐらいだからよっぽど好きな。どういう魅力にハマったんですか。なんかあの女子で餅つきしてる人がそもそも少なくて、でなんかちょっとキャイキャイしてもらうのが気持ちいいってのもあったんですけど。あ、君あるねみたいな。うん、そうなんですよね。そういうこともありつつで、あと私町内会の方で結構教えてもらって、その町内会のおじさんたちがかっこいいから私もそうなりたいみたいな憧れもありました。今目の前に写真を見せてもらったんですけど、はい、キネを、振り下ろす姿のこのかっこよさ、ね、かなり高くまであの、はい、上げるんですね。そうですね、あのもうレオさんの好きな自由落下な感じで。いや、そういや、そういうことよ、はい、なんていうの、腕力でいってるのかと思いきや、玉の紫さんのもう要は直線になる頭の上まで木を持ち上げるから、そこから重力でストーンってことですよね。そうです、そうです。はあ、じゃあそれコツってのあるんですか。これもうフォルムが、フォームが美しいからコツ教えてください。これどういう風についてるんですか。まっすぐ上げてまっすぐ落とす。ほう、でも腰とか背中とか結構バキバキになりそうなイメージがあるんですけど。なります、普段使わない筋肉を使うので筋肉痛は凄まじいのがきます。そうですよね、はい、今キネを持ってる手が左と右がなんか離れてるというか、付け根と先端を持ってるから、これそれで振り下ろすときになんかシュってなんか力抜くんですか。これどういうことですか。これそうですね、ずっとあの前の方に、キネの前の方にある手を持ってると疲れちゃうので、はい、あとその何でしょう、視点をそのなん、キネの頭がついてない方にして、はい、でも上から、そうするとテコの原理なのかな、はい、落とした時に一番力がうまく伝わるような感じで。なるほど、
手前はもう添えるだけ。いやもう本当スラムダンクの世界。本当ですね。すごい。手前は添えるだけ。そうか。だからテコの原理を使って、もう最小限の力で最大限の力をという。はい、で持ち上げるときは逆に手前の方を持った方が持ち上げやすいんで、そこをグッと掴んで、美容師さん あのドライヤー持つような所作ですよ。もうこれは素晴らしいです、持ち上げる。はでこれは、やってって、で合いの手の方もやってるわけですよね。はい、やってます。合いの手はいつぐらいから始められたんですか。合いの手は大学ぐらいだったかなと思うんですけど、とにかく人手不足で、返しがいないから返しやろうかって言われて、返しって言うんですね、合いの手のことは。いろんな呼び方あるみたいで、私たちは返しって呼んでます。はこれどうですか、返しは返しの面白さがあるんですか。あ、そうですね、面白いです、始めてみると。どういうところですか、魅力は。こう自分がちゃんとこう真ん中に、さっきミンミンさんもおっしゃってたみたいに、つけてない部分を真ん中に持ってって、で自分つき手もやってたんで、いかにつき手が楽にこうキネを上げられるかとか、はいはいはい、あと水の量で餅の出来上がり変わってくるので、そこの水分量の調整とかが結構奥深くて。すげえ。そう、こう水、私も子供の頃やったことあるんですけど、水びしゃびしゃに入れるとこうベタベタのお餅になっちゃうじゃないですか、はいはい、どうやって調整すると美味しいお餅になるんですか。炊き上がりとかの様子とかでもいろいろ変わってはくるんですけど、とにかく水はなるべく入れない方がいいという教えがありまして、ただ、はい、大人数に配ったりとかすることを考えると、多少柔らかい方がちぎりやすいとかもあるみたいで、ちゃんと最後まで考えて、そこを意識してやってんだ。怖さってないんですか、ああいうのってやってると。怖さ、もう見知ったメンバーですし、危なかったら手入れないので。はあ、一番早いとどれぐらいのテンポでやったことあります、つき手もああいうの手も。早いのは あんまりこの私地域でやってるものですから、はあ、怪我なくが一番なんで、そんなに早くはないかな。そうか、なんとなく早いのがね、なんかエンタメっぽいけど、冷静に考えたら早いっすよ、はい、全くないね、うん、そうですね、ちょっと怖いかなと思っちゃいます。はいはい、怪我したことはない。あ、自分はないです。あ、そうなんです。あ、いる、いらっしゃいます。あ、はい、ちょっとやっぱり深いかな。うん、この注意点としてはどういうところが、気をつけると怪我なくできるんですか。もう突き手は返し手の言うことを聞く。で返し手は自分の頭と手を臼の方にその入れないというか、手は入れるんですけど、2回手入れたりとかしないで、習字と一緒みたいな感じだね。もうそこでね、継ぎ足して継ぎ足しちゃうとね、危ないもんね。そうですね、二度書きしない感じで、リズム感、やっぱりリズム感ですか、大事なのはこうなると。そうですね、あと声出してやる感じです。はあ、これ合いの手も声出してるってこと。よいしょ。合いの手の方が逆に自分がもう手出しました、これ以上手入れませんって時に、はいっていう風に言うと、よいしょ、はい、よいしょ、はいってことですか。そうですね。あとやっぱりリズム感大事だね、はい、これね。そうですね、リズムやっぱあるとつく方も楽なので、はい、ちょっと一回レンゲさん、ちょっと僕が一回キネやるか、はい、つくから。わかりました、じゃあ私愛の手いきますよ。はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいし、はい、ダメだ。やっぱそうですね、今ハイが長さが違うなんて最悪ですね。どうですか今のは。大丈夫ですかね。ちょっと早めでしたね、テンポ。あ、テントが。そうだ、俺も今早くしちゃった ね。なるほど。いや、でもなんか主体がその合いの手の方を言うことをちゃんと聞くっていうのは、やっぱなんか主役はね、なんかつく方が主導かと思ったら、そうじゃないっていうのがなんかすごく、はい、大事で。そうですね、はい、大事です。聞き手より返し手の言うことを聞くのが。つきたての餅は何で食べると好きですか。あ、私餅はあんまり食べない。ちょっと待って、そうなんですか。今の流れは食べてほしかったな。あ、そうですか。はい、もうついて配るだけ。そうですね、はい、好きな食べ物何ですか。好きな食べ物ですか、はい、な、パッと出てこ、おこわの方が好き。おこわ。あんまついてないじゃないですか。なるほど。そうなの。じゃあこれからもずっと趣味は餅つきでい続けますかね、これは。
はい、そうですね、来年も決まってるんで行きます、うわそうか、大変だ、素晴らしいですよ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということでありがとうございました、今日は、はい、ありがとうございました、今年もやるんでしょ、この後は30日、あ、今年はや年内はやらないんですけど、あ、そうですか、年明けにやります、うん、そうですね、なんかこう餅このついてるとみんな集まってきますけど、そのギャラリーに何か伝えたいこととかありますか、はい、あ、そうね、あ、ぜひやる機会があればちょっとでもついてみてください、確かにそうだね、一回経験するだけで、はい、普段食べる餅の美味しさも変わってくるかもしれないですね、ありがたみが違いますもんね、うん、はい、ありがとうございました、多摩地区から、はい、多摩地区から、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、どうも失礼いたします、失礼します、いや餅をつくのと食べるのは別だと、そうだったんですね、やっぱ餅が好きで、うん、つくのが好きっていう方もいらっしゃるんですね、あ、水分量とかいろいろ勉強になりました ね、うん、ね、リズム感なんですね、うん、ちょっとどうかな、でもあと買うとこね、薄と切れを買う、まずはやっぱりだからそういうイベント行ってね、つかせてもらうというのが入り口かもしれない、ね、なんかコネクトでこう餅つき大会とかいつかできたらいいですね、ああ、はいはいはい、いいですね、で誰がどういう役目やりますか、私はじゃあ愛の手をやります、あ、ではダメですか一番ダメですよあれでもそれはどっちかってパートナーにやらせてください、ああ、そうですか、蓮華さんがやっぱついて、いやいやいや、でもね、人のこの手が入るところに重いものこう、うん、持つの結構やっぱ責任いるじゃないですか、うん、ドキドキしますね飯塚さんの手をバーン、怖い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 ね、はい、いうことで、まあ、いつかそういうの日もあってもいいかもしれないですね、ということで今日は餅つきがうまいパイセンの皆さん電話つながさせていただきました、本当にありがとうございました、ありがとうございました、さあこんな感じで毎週毎週電話でいろいろお話を伺いたいパイセン探してます、今探してるのはこちらの皆さんです、はい、成人式で昔の同級生に久々に会って結婚したパイセン、うん、お年玉を10万円以上もらったことがあるパイセン、はい、そして新たに今ボディが筋肉ムッキムキのパイセンなんだこれ、うん、いいね、鍛えてる人どうですか、ムッキムキは、あ、私ね結構もともと筋肉質なんですよ、へえ、ちょっとこのね全然鍛えてないんですよ、うわ本当だ、結構力こぶが出てる、すごい、結構出るんですよ、うん、でも鍛えてはないんです、ああそういうタイプなんだ、そういうタイプなんです、そういう人はどう、なんか人によってさ、ええ、ムッキムキに挟まれたいって人いるじゃん、なんか、ああ別に挟まれたくはないですね俺一回触ったことあるね、あのボディービルの日本一の人、仕事一緒になってすごかったね、あの同じ人間と思えなかったよ、ところをこうねこうピクピクピクって動かせるんですよね、うん、ルーレットみたいなね、はあ、すげえな、ちょっとこれはどういうことになるのか、僕はもう先輩で西川貴則という先輩がいるので、はい、まあ何のためにやってるのか分からない、そうか、うん、ちょっと話がね、どうして走行に挑んでるのかも聞きたいよ、そうですね、どれぐらいでムキムキになったか、はい、楽しみでございます、はいはい、懸命にパイセンと書いてこちらまで送ってください、はい、メールアドレスはconnect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp です、電話 OK という方は電話番号もお忘れなく、事前にスタッフからご連絡いたします、お待ちしております、以上土屋亮のもしもしパイセンでした、
お送りしている曲はエレファントカシマシで俺たちの明日でした。時刻は3時34分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。韓国人の元徴用工らが植民地時代に強制労働させられたとして、三菱重工業と日立造船に損害賠償を求めた合わせて3件の裁判で、韓国の最高裁判所は今日、両者の上告をいずれも退け、賠償を命じた1審と2審の判決が確定しました。同様の裁判ではこれまでに三菱重工と日本製鉄、かつての新日鉄住金に賠償を命じる判決がすでに確定していますが、日立造船への確定判決は初めてです。判定の確定を受けて三菱重工業と日立造船はともに極めて遺憾とするコメントを、判決の確定を受けて三菱重工業と日立造船はともに極めて遺憾とするコメントを発表しています。業務スーパーが輸入したロールケーキから基準値を超える添加物が検出されたとして、スーパーの運営会社が回収を始めたことが分かりました。全国で業務スーパーを展開している神戸物産によりますと、回収しているのはふんわりミニロールケーキブルーベリー風味で、賞味期限が2024年5月4日の商品です。保健所の検査で保湿剤として使われるプロピレングリコールプロピレングリコールが基準値を超えて検出されたということですが、現時点で健康被害などは確認されていないということです。ジャニー喜多川氏による性加害問題でスマイルアップは115人に対し保証金を支払ったと明らかにしました。スマイルアップが発表した最新の保証状況によりますと、今日時点で保証内容に合意した人は126人で、すでに115人に対し保証金の支払いを済ませたということです。
一方で補償受付窓口に被害を申告した人は今日時点で907人に上っていて、スマイルアップは引き続き誠心誠意被害補償に取り組んでまいりますとしています。ニュースをお伝えしました。中村久人さんでした。ここで菅野谷がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から中村まなみさん、こんにちは、お願いします。こんにちは、お伝えします。首都高速は3号線の下り用賀付近に先ほどまで故障車が止まっていました。渋滞は駒沢で4キロ半、渋谷から30分、さらにその先東名高速に入ると下りの大和トンネルで7キロ、通過には20分です。外環道の内回りは外環三郷西でトラック2台の事故です。川口方向は2キロ半の渋滞、通過には10分です。神奈川の保土ヶ谷バイパス下り下川井では車3台の事故です。右車線が通れず7キロ、新保土ヶ谷から横浜町田インターへ向けて通過には35分。影響で横浜横須賀道路や首都高速狩場線にも渋滞が1キロ前後伸びています。埼玉の国道254号下りは川越市今泉橋上で事故です。下りは1車線が通れず1キロ。都内は第二京浜大田区の久ヶ原で事故の一報です。上りが1キロ渋滞出てきました。警視庁から以上です。中村まなみさんでした。次の交通情報は4時30分頃にお伝えします。メッセージを紹介します。今日のメッセージテーマはガラガラだったことあるです。今も悪いもあるよね、ガラガラは、江戸川区のラジオネーム江戸川区の正男さん、54歳男性の方です。しばらく前のことですが、当時推していた女性歌手がイベントを開くということでライブハウスへ一人で行きました、内容は他の男性を含む3人の歌手がカラオケ対決するというものだったんですが、最初のうち数人のお客さんがいました。しかしイベントが進むうちお客さんは、1人減り2人減り、後半にはカップル連れと私を含む3人になりました。嬉しいな。私は心の中でカップル連れに帰れないでくれと念じていましたが、そんな願い虚しく最後は私一人だけになってしまいました。すげえな、帰れる勇気だよ ねえ。カラオケ対決の審査はお客さんが投票で決めるということですごい、最後に残った私は3人の歌手それぞれに1票ずつ投票し、いや授けてあげないよそれは、まあそうか、円満に終えられました、なるほどね、はいはい、しかしあれから数年経った今私は思うのです、あのライブハウスで私が1人になった時、果たして最後まで居残ってよかったのかとの疑問です。あのカップルが出て行ったと同時に私も帰っていれば、歌手3人もライブハウスのスタッフさんたちも早く帰れただろうと今でも悔やまれるんですが、いやそれは大丈夫ですよ、はい、助かった。そうですよ、基本はやるんです。だってねえ、帰っちゃ笑ったら、なぜなら途中から来る人がいるかもしれないから、ね、これはね止めちゃいけないんです。本当に江戸川区の松尾さん、いやもう最高ですよ、いいことした、いいことした、素晴らしいことした、本当にいいことした、いい人。演奏する側もいないところでやるのほど虚しいものはない。そうですよね。でもカラオケ対決だったら歌いながらもうみんな正男さんを見ながらこう歌うしかないですよねいや練習になりますよそういうこと。いやこれは辛い。でもそういう時代みんな ね芸人さんとかもあるって言うもん ね言っていますね、身内だけでさ、見るからってことなんだけど、いや
これつれ支えてくれて本当いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい。ラジオネームなしの方です。ありがとうございます。私は、夜行バスに一人ぼっちで乗ったことがあります。おお、どうやら団体のキャンセルがあったらしく私一人になったようです。あららら、運転手さんと二人きりで岩手から東京に帰ってきました。マジかマジか、素敵な好きなところに座っていいよと言われましたがいいね、結局助手席に座り8時間近くたわいもないしな話をしながら帰りました。トイレも行きたくなったら好きなところで泊まってくれたし、池袋のバスターミナル、バスターミナルが終点でしたが、はい、せっかくだから、うん、家まで送ってあげようと言われ言っていい話かこれ大丈夫か大丈夫かこれ、当時住んでいた成増のアパートの目の前に送ってもらいました。すごい、うわうわ、なんかもうこれはね素敵な話として受け入れよ。良かったですね。これはですね、池袋なら近いから ね近いから近いから、うん、池袋行くんだったら成増ちょっと手前ぐらいですかね。よかった、辛いね、うん、いやキャンセルは気をつけようと思うね。これは本当に怖い怖い怖い、どういうことになるのかね。いやお見事、素敵なね、うん、コミュニケーションよかったねこれは、本当ですね、はい。長野県の辰年のトイプードルさん、女性の方です。はい、昔のロッテオリオンズ時代の川崎球場はガラガラでしたと。そうなんだそうなんだ、うん、川崎ね、だってあれ川崎住んでたっけ、あれ住んでない、川崎住んだことない。あ、そうかそうか、はい、ガラガラ、そうか、どう知ってるロッテオリオンズ、高沢とかいた時代。いやちょっと私はあまり大木監督と金田でセカンドのあれでクレーム入れて時間稼ぎしてるでおなじみ川崎球場。ちょっとすみません、野球の話まだ、うん、それでライオンズが結果優勝するってこと、アイコ選手、うん、前期後期で優勝したまた時代の監督は誰だった。いやいろいろいるんですけども、あ、そうなんですね、川崎昔今ねラゾーナってのができたから、ね、立派な街ですけど昔はもう立派なホールもありますしね、はい、これ以上は言わないですこれじゃちょっとね川崎の方を、うん、どこまでもフォローできないので。そうですよ、川崎のチンプレーコープレーで、あのさ、あの外野席で、はいはいはい、おいどうしたこってみどんさんがいて、なんかカップルでキスしてるのが川崎球場、はいはい、そうなんだ、ガラガラだから、ガラガラ、うんうん、そうなんだよ、あんな感じタトゥー状態の、ね、あんま言うな、あんま言っちゃダメだよ、運のことあんま言っちゃいけない本当に、俺も本当悪い、それは悪い、はい、ということで、もう一通、ラジオネームなしの方です、はい、ありがとうございます。ある二つ目さんの落語会で楽屋と客席で楽屋が勝つ状態を経験しました、うん、それあるらしいよ、4対3、またある二つ目さんの独演会で1対1も経験しました、うんうん、独演会だね独演会だ、そういう意味じゃ、おーリッチな講座ですね。逆なことはやってもらう、ラグフェアは一、人招待してその人を真ん中にして円の中に入ってもらって歌うみたいな、うん、すごい、そういうなんかプレゼントみたいな抽選のやつやったこと、あ、それどうでした真ん中の方。いやいやもうそりゃ喜んでいただけたし、ね、感激でしょうね、なんか我々もなんか嬉しいなと、そうなんですよ、こういうそのお客さんのいないところに一人でも行ってくれる人がいるからエンタメはこう持つんですよ。いやそうで、およびそういう経験を積むことによりお客さんが来てくださることへの感謝が全然違ってくるから、ですよ、全てが経験になるんだ、ガラガラのところに来てくれる人ありがとう、いや本当ありがとうございます、ありがとうございます、聞いてますか、聞いてますかありがとうございます。
コネクト。ミトンです。次回の金曜ボイスログは今年最後の放送ということで、ミトンが私物のレコードをかけまくります。皆さんからは今年買ってよかったものを大募集、電話で直接おすすめしたいという方は電話番号の記載もお願いします。年末特別企画として生中継もあります。お楽しみに。金曜ボイスログは朝8時30分から。コネクト。コネクト。時刻は3時47分。コネクト、この時間で長崎佐賀の NBC ラジオでお聞きの皆さんとはお別れになります。今年最後だ。そうなんです、うん、今年もお付き合い本当にありがとうございました、ね、今年から、ね、ありがとうございます、ね、ちょこちょこここね途中で切れてしまうこともあり、うん、本当に申し訳ございません。来年どうですか、長崎佐賀の皆さん。我々公開中継とか行く気はありますよ。まず2人は、ね、我々は、はい、どうします、ガラガラになっちゃったら。いや、そこはそこからですよ、ね、そうですよね、はい、僕の親戚連れてきますから。あ、よろしくお願いいたします。美味しいよ、イカシューマイ好きよ、ね、イカシューマイ大好きなんですよ。そうなんですよ、ね、長崎いいよね。この坂がいっぱいあって電線もいい電線がいっぱいあるんだろうなと思って、はい、そうだよね、だからちょっと一回行かなきゃね、行きたいですね。中継をしてる人間としてはね、うん、はい、ありがとうございます。ということで来年もどうぞ。あとそうだよ、うん、HIS のね、このなんだっけ、あそこのハウステンボスも、あ、ハウステンボス、うん、あれ私大学の卒業旅行先が長崎とか、うん、あのあたりだったんですけど、あ、そう、楽しかったですね。俺も行った時が長崎史上観測一番の大雨の日で、あららら、もう一回行きたいんだよね、うん、そうなんですよ。いや、でも本当にありがとうございました、今年も、ね、はい、来年もよろしくお願いいたします。
送りした曲はユキで不甲斐ないやでした。TBS ラジオコネクト木曜日は石山レンゲと土屋レオさんでお送りしています、はい、この後のコネクトです、うん、4時からはコネクトゼミナール、今日は新幹線学パート2です。4時40分頃からは協会健保プレゼンツ元気にコネクト、はい、今週も健康にまつわるお医者さんのお話です。テーマは歯、歯の健康です。俺先週からずっと歯磨き粉2センチ出してます。私も出すようになりました。あれは衝撃的だったな。俺本当ですね、コマーシャルのためとかかなと思ってたんですけど、買ってましたよ。あれ必要なんですね。ありがとうございます、うん、そして4時50分からはオプチャレコネクト、木曜日はみんなのみんなどうなのコネクションです。一緒に音楽に合わせたりもしますからね、ぜひよろしくお願いします、はい、今日はね、うん、困るなということについてですので、皆さんもいろんなご意見聞かせていただきたい。そして5時からクイズ企業努力でございます。はい、うん、ということで後半戦も頑張る頑張るよ頑張る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 よ。はい、ということでメッセージ紹介します。やっぱね、人生は一日に何回かテンション上げるべき。頑張るぞ、うん、頑張るぞ。これね、みんなもそうよ、やりしょよいしょ、これ引くよ、よいしょコレクション、よいしょコレクション、はい、ということで諦めるな諦めるな、俺の愛の手を。すいませんでした、僕もごめんなさい。ありがとうございます、はい、メッセージテーマいきましょうよ。はい、ガラガラだったことあるです。ガラガラだったことありますか。鎌倉市のラジオネーム遠足弁当にいくら軍艦さん、40代女性の方です、はいはい、遠足弁当にいくら軍艦大変だね。いいですね、うん、高校生の頃友達がコンビニで買ってきたアンパンの中身がガラガラだったことがあります。はいはいはい、全くあんこが入っていなかったんです。ゼロってこと？これはただのパンだねと言ってゲラゲラ笑いましたが、はい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 、しっかりメーカーに連絡したところ、うん、お詫びでお菓子詰め合わせが送られてきて、みんなでワイワイ部室で食べたのを思い出してました。いいですね。まあまあ何百何千と作ってればさ、うん、そういう時もあるよ ね、 ね、うん、逆にレアケースだと思って、うんね、そう捉えてる感じだもんね。そうですよね、いいじゃないですか、うん、お菓子も食べられたし、うん、よかったよかった、うん、はい、ラジオネーム中介さん56歳男性の方です。ありがとうございます。映画のレートショーで 4DX に2人だったことがあります、はいはい、おその2人のために数百席が大げさに動きそうだね、まあ、そう捉え方で言うとまさにそうだよね、うん、これはいいね。心なしか座席の揺れも強烈に感じましたあ、はい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 、使用する電力の量的にも従業員さん的にもこの2人がいなければよかったのではないかと申し訳ない気持ちになりました。せめてもの救いは2人だったことです。1人ではこの気持ち抱えきれませんでした。映画に関してはさ、人が1人も入んなかった場合はやるのかな、どうなんでしょう。途中入場がやっぱそれも同じ捉え方か。そっか、だったらやっぱり1人でも2人でもいた方が嬉しいですよ、うん、はい、4DX で誰もいない中動いてるのかだって1人しか水出ん、いや出るんじゃない、いやてか 4DX 途中から乗れないだろあれ、まあ、どうなってんの。そうですね、でもそうですね、 4DX はねどこで動くか分かんないし、困ったらなんかジュースかなんか入れて一瞬自分好きだった自分の好きなジュースか出て口輪の中に入るんだビシャビシャだすごいな、はい、千葉県松戸市のラジオネームマロンリーニさん55歳男性の方です。もう23年前になりますが、うん、娘が生まれる1ヶ月ほど前、師走の日曜日に妻と2人で都内を回るハトバスツアーに参加しました、はいはいはい、東京駅近くの集合場所に着いたら、バスは止まっているんですが待ってる人が全くいないんです、うん、恐る恐るガイドさんに名前を告げるとお待ちしておりました、うん、本日は、マロンリーニ様だけのご乗車となりますと笑顔でおっしゃいました、うん、貸し切り状態で楽しめたのです。2階建てバスの真ん中の席から見る景色はいつもの見慣れたものとは違って見え、うん、ガイドさんともいろいろ話ができ忘れられない一日となりました。帰り際、運転手さんガイドさんに挨拶すると今度は
子様とおいでくださいねとお腹の大きい妻を気遣っていただきました。素敵じゃない。今でもあの時のハトバスさんのおもてなしに感謝しています。素晴らしい。今年社会人になった娘と3人でまたハトバスツアーに参加できたらと思ってます。結局人とのそのさ、接客の素敵さは次につながるよね。そうですよね。最高だよ。仕事って言ったって人と人なんですもんね。そう、俺もだディズニーランドのさ、一人で行ってこいっていうのオールナイトニッパーって時に、その音を MD で撮ってくるっていう、すごい試練があって、一人でイッツァスモールワード乗ったんだけど、店員さんは何にも一人だ、一人ですかっていう表情一切見せずに、素晴らしい対応だ。いってらっしゃい。一人じゃないんだと思って。そんなところ一緒ですよ、ね、最高でございます。はい、うん、ということで、うん、もう一つ行こう。もう一ついきます、うん、ラジオネームかわしーさん。かわしーさん、教員をやっています、はい、最近またいろいろ流行ってきてまして、先日教室に入った時びっくりするくらいガラガラでした。はい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 。もう冬休みなので本当に学校は空っぽですけどね。良いお年をと。かわしーさん、良いお年を。もう今インフルが結構うちの学校でも流行ってるので、そうなんだ。ところでもあんま個人情報の言っちゃいけないらしいよ。え、あ、そうなんですか。話が来た、うん、うちのクラスが学級閉鎖だっていうと、そこのなんか個人情報が外に出るか、それはもう内側だけの問題にしなきゃいけないみたいなのが書いてあったから、うん、だからなな学校名とかそういうの見ちゃダメ、まあ、それはそうだけど、まあそうですね、結構大変だぜ。やんのかな、一人もよくても先生。いやいや、途中で来るかもしれないから。途中で来ないです。途中で来るかもしれないから、あれやってないですねみたいな。それでお給料もらったんですかみたいな。そんなこと言いに来るの。怖い生徒だ。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は4時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。木曜パートナーは土屋レオです。ここからは曜日代わりのゲストコーナー、木曜日はこちらです。コネクトゼミナール。毎週さまざまなジャンルの講師が登場し、あなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校、コネクトゼミナール、はい、略してコゼミ。39時間目の授業は新幹線学パート2です。パート2、ついに来た。はい、今日の講師の方をお招きします。どうぞ。はい、竹内正弘と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内さんは2度目のご登場ということで、うん、年の瀬のお忙しい時にありがとうございます。改めまして、竹内正弘さんは文筆家として地図や鉄道、近現代史をライフワークに取材執筆をされていらっしゃいます。はい、前回もあっという間に終わっちゃって、本当ですね、足りなかった。新幹線の成り立ちについてとか、うん、新幹線の長い駅名にはこの結構政治的な思惑が絡んでいるっていうのも面白かったですね。結局立ててるのは人だということですよね。だから人のドラマや思いが、ね、いいも悪いも入ってんだよ。普通に何も知らず乗ってましたけど、やっぱ知れば知るほど電車のこと面白く見られますね、はい、で知れば知るほど運賃を安く感じることもあるよ。そうですね。そういう風でもいいですよ、はい、はい。ということで、竹内さんがお送りするコネクトゼミナール、今回の講義のテーマは何でしょうか。俗、なぜそこを走っているか、新幹線リニアにまつわる謎。
前回いらっしゃった時も本当にお話が面白くて、もうこぼれてしまったお話がたくさんあるんですよ。全てに理由があるんです、鉄道は。はい、はい、企業努力の塊です。いろいろ教えてください、はい、今回は、新幹線とリニアにまつわるお話で、まあ、前回本当に用意してきたことが全然話しきれてなかったので、まあ、今回は新幹線、それからリニア中央新幹線ですね、はい、そういったことについて、まあ、話していけたらなと思っております。我々がダイヤ通りに行かなかったから、もう鉄道として申し訳とんでもないです。大幅な遅延をしてしまいまして、でも今から、ね、新幹線乗る人も多いだろうから、いろいろ知ってから乗る新幹線はいいと思います。そうですね、私も明日新幹線乗るので、うん、もう自由席で行きますよ、はい。そうですか、はい、なかなかねもう予約が取れないですね。そうですね、はい、もうすっかり回復しましたし、うん、まあ、東海道はのぞみが今日から全席指定になりましたし、ね、そうですね、新しい試みなんだ、だから混乱が少し少なくなるかもしれないですね、いつもの。そうですね、ホームがいつも混雑するのが、まあ、多少整理されてくるんじゃないかと思いますし、ちょっと自由席ないなんてな、ね、信じられないですけど、はい、うん、はい、ということで今回もトピックに分けて解説していただきます。竹内さん、一つ目のトピックは何でしょうか。はい、新幹線上野駅はなんで地下にあるのか。これ聞きたかったんですよ。新幹線の上野駅、うん、新幹線の改札をこう入ってからもかなり下りますよね、うん、はい、まあ、上野って言ってんのにね、下野だ下野なんですよ、まあ、文字面ですけど、はい、まあ、新幹線ってなんかこう地下を走ってるトンネルが長い印象あるんですけど、うん、駅で地下駅っていうのは実は上野駅一つしかないんですね。一つだけ、はいはい、うん、でしかもその、まあ、上野っていうと、まあ、北国の玄関駅だし、うん、まあ、今となってはまあ新幹線があって当たり前だと思いますけど、はい、当初の計画だと上野駅に新幹線駅を建設する計画って全くなかったんですね。うん、それが紆余曲折を経て、まあ、現在のまあ上野の地下に新幹線が滑り込んでるという状況を迎えたわけです。うん、普通に考えたらさ、はい、東京にできた方が乗り継ぎも楽だよって思う、と思うんですかね。でしかもその東京からまあ10キロも数キロしか離れてないわけですよ。はい、そこにわざわざ2つ目の新幹線駅を作る理由っていうのは、うん、まあ、鉄道会社にしてみるとあまり考えにくい、見出しにくいわけですね。で、実を言うと当時国鉄は東京駅を始発駅、東海道との乗り継ぎを考えて東北新幹線の始発駅は東京駅にして、そこからまっすぐですね、まあ、御徒町から上野公園の地下を突っ切って、ずっと抜けていく、北へ抜けて大宮の方へ向かっていくというルートを考えてたんですね。ところが、まあ、そこに待ったをかけた人がいたわけですね。ほう、うん、誰ですかそれは。それが当時の東京都知事だったわけです。へ、まあ、革新系の見延良吉さんっていう人で、はい、うん、まあ、その人は、まあ、ちょうど50年前っていうのは当時新幹線自体が騒音問題とか逆風にさらされてる時期で、まあ、当時の見延知事は、まあ、新幹線自体新たな建設は反対してたんですね。うん、まあ、そういう背景があって、なおかつその上野公園っていうのは都立の公園なんです。うんうん、というとその管理者っていうのは都知事になるわけですね。で都知事はとしては、上野公園に地下に新幹線を通すと、うん、一つは忍ばずの池の水が枯れるんじゃないかとか、なるほど、あとは公園の樹木に影響があるんじゃないかということもあって、上野公園の地下を通ることはまかりならんって反対するわけです。うん、でそこで、まあ、国鉄としては、まあ、ただ地元は上野駅に作ってほしかったわけです。うん、で当時は駅中なんて発想ないですから、上野駅の周りっていうのは鉄道降りたお客さん目当てのお店とか、うん、あとは旅館とかいっぱいあったんですね。はい、だから新幹線に泊まってもらわないと、うん、商売上がったりなんです、うん、だから地元は新幹線駅を作りたい、うん、で国鉄は地下を通して通過したい、はい、で都知事は新幹線そもそも作ってほしくないという、うん、そういうまあ三つどもえみたいな、うん、いろんな思惑がある。で地元として、まあ、台東区は作ってほしかったんですよ。で国鉄に要は上の周りで新幹線作ってくれないかって言ったところが、はい、当時の国鉄の
まあ、工事局が、うん、その上野駅に回すと急カーブ、それから、まあ、上野駅は線路が地上全部塞がってますから、はい、地下になると急勾配で、うん、とても新幹線は通せないって突っ張ねるわけですね。お、うん、だからそこでもう紛糾しちゃうわけです。はいはいはい、もうすでにあのこの話の中でもう三つどもえのこの、うん、こんがらがった事情がありますけど、さらに難しいその物理的な問題が出てきましたね、はい、うん、だからそこで、まあ、どうやって打開していくかっていう中で、まあ、結局その、 上野にね、やっぱり、うん、どうなぜ つく必要なかったけども結果そこにたどり着いたと思うんですよね。当時東海道新幹線っていうのは、はい、まあ、東京から博多まで、まあ、昭和50年1975年に開通するんですけれども、うんうん、その頃ちょうど東海道新幹線が開業して10年目ぐらいで故障が出てきたんですよね。であとは関ヶ原で雪に降られて新幹線が遅れて、はい、うん、で東京駅へ遅れて着くと、うん、東京駅のホームが足りなくなってくるって問題が出てくる。しかも新幹線が山陽新幹線が博多まで伸びると列車も増えてくるから、うんうんうん、いよいよ東京駅のホームが足りなくなるんですね。で東京駅のホーム、新幹線ホームっていうのは最初2本からスタートして、で当時4本まで増やしたんですけど、はいはい、それでも足りなくなって、で当時はそのさっき申し上げたように東北新幹線用に、まあ、東京駅を始発に設定してたんで、うん、4つの線を東北新幹線用に確保してたんですよ、うん、それ以外、東海道新幹線以外、東海新幹線以外に、はい、でそのうちの2本をまだあの東北新幹線がいつまで経っても東京に伸びてくる目処が立たないから、うんうん、4本のうち2本を東海道に使っちゃうんですよ。なるほど、取っておいたパイをもう、じゃあ6本だったってことですか。6本だから、の東海道新幹線の今の東京駅のホームを見ていただくと、はい、あの東側の4つの線っていうのは綺麗に南北方向を向いてるんですけど、その左側の2本だけぐーってくの字を曲がってるんですよ。で実はその線っていうのはいずれあの東北新幹線に乗り入れられるような設計になってるんですね。へ、まあ、あの国鉄が分割されて、今はもう線路つながってないんですけど、もともとそういう設計だったんです。はえ つないで一気に行っちゃおうっていうことと、そういうだって電力のヘルツ違うのも一気に行っちゃおうってことですか、60と。ああそうですよね、あの関西というか、西日本と東日本だと違いますよね。じゃあその前回申したようにその新幹線夜行列車を走らせようとか、さまざまなプランが行き交ってたので、そうか、いろいろあったんですよね。でそうなると、東北新幹線用のホームが2本しかないと、そうするといざの新幹線が南に伸びてきた時に、ホームが足りなくなるわけです、東北新幹線の、でそのために逆に上野駅のに新幹線を駅を作る必要性が出てきたんですね。だ風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、それでようやく国鉄もじゃあ上野駅の新幹線駅を検討しましょうってことになったんですね、うん、じゃあもうホームが足りなくなっちゃったからもう一個駅作っちゃおうってことになったんですか。それも要因として大きいんですよ。いろんなことが複合的にやってという、だから今はあの東北新幹線の東京駅っていうのは、まあ、東北、上越、北陸いろんな新幹線乗り入れてますけど、はい、4つ線があるんですね、でさっき言ったように東海道に2本上げちゃったんで2本しかないのになぜ4本に増えたかっていうと、あの覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけど、一つずつ在来線のホームを丸の内側にずらしていったんです、東京駅、中央線のホームが、中央線の 1,2 番だけこうデュンッと高いでしょ、なんかエクセルの列変えるみたいな感じ。いやいやすごい工事ですよね。あれを順番にずらしていったんですよ、でまあなんとか東北新幹線用に4本作ったんですよね。あの北陸新幹線が東京駅に乗り入れるときに、確か東京駅って戦後工事がなかった日がほぼないみたいな、ずっとやってました、ずっとサグラダファミリアみたいなことになってた、なんか横浜駅みたいな、あそうそうそうずっと工事してるっていう、だってもともと中央のコンコースすらなかったんですから、そうなんです、いろいろだからあの
免疫者って免疫すごくいい液みたいに言われてますけど、はい、東京液って100年以上かけて、ようやく今の状態に改良に改良を重ねて今の状態があるんですね。そうなんですね。液ってなんつかこう本当に素人のイメージからすると、うん、もうポンってできてもうそれで完成ですみたいなイメージだったんですけど、こうずっとずっと増えたり減ったりこう進化し続けてるものなんですね。なるべくしたくないから計画するけど、今の渋谷駅みたいな、渋谷がそうですね、はい、確かにそうですね。これ営業止めりゃ僕はもっと早いと思うんですよ。営業しながら工事ってのは麻酔しないで手術するようなもんよ。まあそうですね。すごいよ。土も痛くないより痛くないよですよ、すごいです。いや大変ですね、はい、そういうので今ある、うん、で上野駅もそういう風で見ていただけると、なるほど、誰が使うのこれみたいなことを ね、 思ってね、今となってはなんか上野駅って地下がガラーンとしちゃってますけど、うん、実はそういう経緯があったし、で上野東京間も乗り入れまでに結構時間がかかってるじゃないですか、はい、ずっと上野始発の時代が長かったので、はいはいはい、ただ上野駅に作ったってことはやっぱり有効だったんですよね。今さら止めるわけいかないですもんね。そうです、そうですね。でも埼玉県民からするとやっぱり上野があるとすごく出やすいので、いろんなところ、まあそれもあんのか、なるほどね、便利ですね、はい、では続いてのトピックは竹内さん何でしょうか。はい、リニアモーターカー、リニア中央線、中央新幹線開通にはなぜこんなに時間がかかっているのか。素晴らしい、言い直したところにも素晴らしい。これリニアモーターカーだけど、どこのリニアモーターカーですかってことですからね。リニアモーターカーって、はい、一つ、日本の場合は日本だと一つだと思ってたんですけど、リニア中央新幹線っていうのがあるんですか。まあ、今はだから正式名称は中央新幹線なんです。ああ、そうなんですね。まあ、通称はまあリニア中央新幹線という形になってますね。そうですよ。やっぱリニアモーターカーというかリニア中央新幹線、うん、この磁石でビュンとこう行く、うん、電磁石の力で、うん、行く、そうですね、反発力ですね、すごい速いんですね、そもそも仕組みが私はまだよく分かってないんですよね。ああ、なるほど、ね、大阪万博からねずっとイメージ懐かしいですね、ちょうど1970年の大阪万博で、すごく未来の形をした模型を走らせて大きな話題になったんですね、だその頃から日本人ってリニアモーターカーという名前をやっぱ特別なものとして意識するようになったんですよね、超電動って浮いてるんですよ、ね、なんか浮いてるんですね、うん、で浮いててすんごい速いんですよね。まあすごい速いね、まあ、500キロぐらいですね、目指してとか、上電動超電動いろいろあるんですけど、でも大江戸線もリニアですからね。そうなんですか、大江戸線。そうなんです、みんな知らないですけど、リニアで走ってるんですか。あれは動く動力はリニアで、はい、浮いてないだけで。あ、そうなんだ。これもスペースがないから、そうなんですよね、で電気じゃないってことですか。じゃなくて電気を使って動力と動力源が、だからモーターをつける車両にスペースがなかったので、そうなんですよ、はい、動いてる。いろいろリニアに我々乗って浮くのはなかなかってことですね。10センチも浮くのはですね。でもなんかこのリニアモーターカーというか、はい、そのリニア中央新幹線、ずっとなんかできるできるって言ってて、まだなんか使えてない感じ、はい、2027年に開通を、ね、予定しましたね、先生、はい、当初はそれの予定でずっと進んでるんですけど、はい、ちょっと静岡県の知事さんが、まあ、ちょっと待ったをかけてるわけですよね。ほう、だからそのまあ区間としては、まあ、10キロぐらいなんですけど、うん、まあ、それでそこの工事は進んでないという状況になってて、うん、まあ、そこが開通しないと当然走らせられないわけですから、まあ、今開通メドっていうのは未定になっちゃってるわけですね。じゃあ、全部で何キロくらい の、 そのコースというか、路線なんですか。今と名古屋まで、行くぐらいの、ね、はい、品川から名古屋までのその10キロが今、そのうちの長野県を通る10キロのところが工事させねえよってことになっちゃってるっていう、だから静岡県の、品川名古屋までだいたい何キロぐらいですかね。286キロぐらい。お、じゃあ286キロ分の10キロが今ボトルネックになってる。まあそういうことですよね。回数と、ね、40分で名古屋まで行けるね。そうなんですか、うん、どうして静岡県知事の方はそれに反対をしてるんですか。まあ、そのルート自体は全部トンネルだし、まあ、人の家とか全くないわけですけど、うん、結局水の問題、水の問題、ただまあそれもその大井川の、
水が枯れるんじゃないかとか、うん、そういうまあ問題を提起していらっしゃるわけですけど、うん、まあ、それに対して鉄道会社 JR 東海はまあその解決案を出してるわけですよね、うんうん、だからその静岡県知事が提案した案に提案というか、うん、ここがダメなんじゃないかという案に対して、うん、鉄道会社が全部その代案というか解決策を提示してて、だから地元っていうか市町村レベルはもうあの反対してないわけですね。で特に反対運動があるわけじゃない。そう、トンネルを掘るともうそれはもうしょうがない、水が出るんですよ、出ちゃう、でそれを大井川に戻すという仕組みを今、JR 東海は提案してるんですけども、ね、そこで川が枯れないようにってことですか。まあ、あの一つ解決するとじゃあ今度は別の問題とか、まあなんていうかまあキリがないっていう印象を持っちゃうんですけど、一滴たりとももうお前の戻せよっていう風なとこに今ちょっとなっちゃってるのが、じゃあ交渉が結構難航しているってことなんですね。まあそうですね、ただまあその元々因縁があって静岡県と、はい、あの JR 東海っていうのは、東海道新幹線の問題がっていうか、はい、あるわけですよ。のぞみ停車問題という一つは、これはもうあの今の知事さんになる前から静岡県があの、まあ、20年ぐらい前から言い出してるんですけど、その東海道新幹線で515キロ、実際のキロ数あるんですけどね、東京新大阪間、そのうち静岡県を170キロ、でよくあの東海道新幹線乗車するといつまでたっても静岡県から抜けられないっていうような印象あったりしません？そうですね、三島とか、いくつか駅ありますね。全体の3分の1が静岡県通ってるんですよ。あ、そうなんだ、まあ、だけどもね、静岡県にしてみれば、まあ、そんなに通してるのに、なんで止めないんだと。あ、そっか、あの、こだまだとちゃんと一回一回止まるけど、何が止まらないの？のぞみ。のぞみか。要は品川の次もう名古屋だから。あ、そっか。新横浜。新横浜で、新横浜の次名古屋なんで、全静岡飛ばされちゃうんですよ。なんでなんですかね。まあ速達性。そうでしょうね。早いからってことですか。まあその速さを確保する上で、とかビジネスの需要なんかで、まあその。結果的に静岡県を飛ばしちゃってるっていう問題があって、まあ、こんなに土地を上げてやってんのに止まねえとは何事だみたいな、だ20年前に知事は税金かけてやるっていうところまで税金通行税みたいな。あ、なるほど。嫌いなことがあるんだけど、まあ、JR 東海の言い分としてはこれでリニアが通るとします、名古屋まで直通で行くのが多いです、ってことはのぞみの本数が減るんですよ、ってことは静岡の小玉の便数が増えやすくなるので、より今望みに抜かれるので待ってるんですよ。あ、はいはいはい、静岡県民であって静岡を使う人は、その通貨が少なくなるのでより便利になりますよという、うまみは一個あるといえばありますね。そうですね、それともう一つは静岡県としては、あの大井川の先っていうのは牧之原台地っていうところに茶畑のところになってトンネルになるんですよ、新幹線は。その上に富士山空港、静岡県富士山空港って空港が今できてるんですね、で新幹線の新駅を作ってくれって要望してるんですよ、あ、その飛行場というか、まあ、空港のすぐ下、それをまあ JR 東海は突っぱねてるっていう。すぐ近くに駅があるんですよ、もう一個足すと新幹線である必要がみたいな思いもあったりとか、あと水をね、戻すのを保証するっていうけど、意外と過去それでなんかな、ね、期間決めて水戻んなくなっちゃったっていう、そういう過去の例はある。なるほど。結構ね、水の問題って、あのバカにできないんですね、例えばあの東海道本線の丹那トンネルっていう60何人も殉職したすごく難工事で開通したトンネルがあるんですけど、そのトンネルは工事中に水がじゃんじゃん漏れて、それでまああの人が亡くなったっていう例なんですけど、そのトンネルの上の丹那盆地っていうところは、それまで水田地帯だったのが水が全くなくなっちゃったんです、あ、その工事によって、そうそう、水脈が変わってどんどん水が出ちゃったんですね、で今あの丹那盆地は何になってるかって言ったら酪農地帯になってるんです。あ、じゃあもうガラッと環境が変わっちゃったんですね。そうなんです。だから水はね、馬鹿にできないんですね。うん、例えば、まあ、あの大清水トンネルって上越新幹線のトンネルで、あそこも湧き水がすごくて、あの JR はそれで商品化しちゃったぐらいなんですけど、いい水が出るんですよ、ただしそれでも水上とかその温泉に影響があったって言われてますし、あと新幹線でいうと、その
灘とか、はい、あとは広島の西条東広島市なんかはやっぱりそのお酒の水脈を気にしてやっぱり新幹線はちょっと避けてるんですよね。そうなんですね。確かにトンネルと水って馬鹿にできないのは事実なんですよ、じゃあいらないんじゃないかみたいな空気もあるかもしれないけども、でも今ね東海トラフっつって地震が起きて新幹線止まっちゃうと、はい、ね、もう1日40万人以上使ってる人のバイパスがないから、JR 東海としてはそのバイパスを作りたいっていう、それもありますね、理由があって行きたいと。まだまだなんだかこう聞いてるとそのリニア中央新幹線開通まで時間かかるんですかね、どう思われますか竹内さん。県知事さんの地元をこう大切にする気持ちとか もちろんすごく、まあ、考えることが仕事ですし、大阪万博の時からやろうって言ってるのに、いろんなとこの思惑がありすぎて止まってて一回頓挫したとこ分かった、お前らいいから、俺一社でやるわって JR 東海がもうお前らのお金いらないから うち一社でやるからやらせろっていう風に英断したらここまで進んだんですよ、おー、なるほど。だからね、どっちもどっちだ。そうなんですよね。だから整備新幹線が政治と地元の陳情とかでめくぐしゃぐしゃになって、ルートは変わるわ、駅を作れっていう要望はあるわで燃えたわけですね。だからそれに懲りた JR 東海が今レオさんがおっしゃったようにもう自分の事業でやると自腹でやるって言い出してここまで来たんだけども、やっぱりその許認可っていうかそういう行政がそういう権利を持ってる権限を持ってるところでやっぱりドンって止まっちゃってるっていうのが一つあるわけですね。突っ張り方もあんまりうまくなかった気がするけどね、俺が金なんだから文句言わせないよみたいな。まあそうですね、そう言われるとちょっとむむっていう、住んでるのは自分たちですか。水のことを考えると先生、結局バイパスが必要だってことで確かに僕はリニア必要だなと思ったんだけど、北陸新幹線が今年来年福井まで行くんですよ、でそのまま大阪まで行くので、いずれバイパスあるじゃねえかっていう気にもなっちゃって、だから会社が違うからみたいな。そうですね。あとね、北陸新幹線って、ぐるって迂回しちゃってるんですよね、まあ、速達性でいうと、本当は長野から富山まで一直線で行く予定が、ギュって逆 S 字カーブを描いちゃってるから実はバイパスになりにくくなっちゃってるっていうのもあるんですよね、難しいです。ちょっと現在進行形でしがらんでますね。しがらんでなかなか。いや今日も本当にいろいろ面白い話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、あっという間に今日も授業終了ということで、今日のお話もっと知りたい方は竹内さんのご著書 NHK 出版新書から出ております新幹線全史政治と地形で解き明かす、こちらぜひお求めください。コネクトゼミナール39時間目の講師は文筆家の竹内正弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コネクト。
しいんだよ。いや難しいですね。これ池上彰さんが静岡でやっている、はい、どうなるリニアっていうのの、はい、に呼ばれて鉄道側で呼ばれるのよ。ほう、静岡の番組で、難しい立場はいつもですね。難しいですね。任されておりまして、ちょっと昨年行けなかったんですけども、ちょっともうね、だから両方の思いを、いやもうね、どっちもだよ。うん、なんか静岡県と静岡市の間でもまた別の意見だったりするんですね。そうなんだよ。ただ今 JR 東海側に立ちますと、前から言ってたじゃんっていう話のとこもあんのよ。いやこの話はポッドキャストで、はい、今あなぎポッドキャストで、そうですね、はい、すみません、はいはい、ということでメッセージのご紹介です。今日のメッセージテーマはガラガラだったことあるです、うん、ありがとうございます、東京都のラジオネームおとびとさん、はい、今から20年以上前、複数のバンドが出演するライブがあり誘われて行ってきました、うん、こじんまりとしたライブハウスでお客さんはポツリポツリいる感じでガラガラ、うんうん、私はどのバンドも存じ上げなかったのでお酒を飲みながら気楽に、曲を聴くつもりだったんですが、あるバンドのボーカルがそのバンドの曲に合わせて踊る振り付けを観客に指導し始めたんです、うん、慌ててついていきましたが、みんな酔っ払っているせいか覚えが悪く、うん、持ち時間40分くらいのうち半分以上その振り付け指導に費やしていました。しかしその曲はとってもキャッチーで、うん、振り付けも覚えたら忘れられなくなり、最後は2回もその曲をやってくれて、ガラガラの観客同士に一体感が生まれて大盛り上がりでした。いいね。しばらくするとそのバンドはあっという間に売れっ子になっていました。誰だ。その時に習ったのはワンナイトカーニバル。マジかで、一心不倫不乱に、一心不倫失礼しました。一心不倫はまずいだろう。大変失礼しました。読み違いです。読み違いね。一心不乱に振り付けを教えてくれたのは騎士団のショウヤンでした。すごい、ありがとうございます。あ、もうでもミュージシャン側からしても振り付けを教えたいってことはそれだけポップでキャッチだってことだから、うんうん、それやっぱね売れる要素のある曲ですよ。そうなんですね。ワンナイトカーニバルだ。やっぱ私だってててほんとなんてラジオに不向きな子だ。ラジオでてってれで手の動きはまずいぜ、うん、ぜひ後で YouTube で見ていただきたい、はい、時刻は4時30分。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から中村真奈美さんお願いします。はい。首都高速は3号線の下り大橋ジャンクションで乗用車2台の事故です。右車線が通れず1キロ半渋滞が伸びてきています。4号線の上りは赤坂トンネルで事故のため左車線が通れず1キロ半外苑から10分です。東名高速の上りは綾瀬スマートインターで車4台の事故です。右側2車線が通れず8キロ通過には40分、反対下りは大和トンネルで8キロ15分です。常磐道の上りは柏で乗用車6台とオートバイの事故です。路肩で処理中ですが4キロ通過には15分。アクアラインの上りは海ホテルパーキングエリアで4キロ20分。千葉の京葉道路は上りの穴川付近、路肩で事故の処理が行われています。5キロで通過には25分です。都内は大田区の第二京浜、久ヶ原で車両4台の事故です。上下線とも右1車線が通れず、上りは1キロ半、矢口2丁目から35分です。以上です。中村真奈美さんでした。次の交通情報は5時24分ごろにお伝えします。続けて今日この後のお天気です。気象予報士の長谷部愛さんお願いします。お願いします、はい、今日は東京は10度止まりとなりました、うん、いつも通りこれが年末、ね、そうですね、平均年末冬らしい感じなんですけど、はい、明日は晴れて14度くらい、熊谷16度の予想となっています。30日の土曜日が15度、はい、で大晦日午前中雨と、はい、いうことなんですけれども、うん、南風が吹いて16度くらいまで昼は上がりそうという、すごいね、
ですね、まあ、暮らしやすいといえば、まあ、過ごしやすいけどですね、はい、でただあの元日初日の出は見られそうなんですけれども、うん、ちょっと冬らしい寒さになるので、この気温差注意していただければと思います、はい、あとあの19年ぶりと大晦日の雨なんですけれども、はい、やっぱり2004年の大晦日は雪、土屋さんの記憶通り、そうなんですね、俺も大晦日は友達いっぱい集めて俺なんかいろいろやるって言ってたじゃん、それで酒井優がバイクで来ててすげえ雪の中歩いてったのを覚えてるからすごい、その印象が強いです。そうなんですよ、はい、結構降った、そうですね、2センチちゃんと積もったっていう感じでした。じゃあちょっと最後に新幹線クイズ、はい、新幹線クイズ、どっちがクイズだあの天気ね、はいはい、あの天気、あのはやぶさって、はい、緑とピンクと白で塗られてます、はいはい、ね、ボディが、うんうん、この白のイメージは何でしょうか。ピンポーン、はい、どうぞ。冬のライチョウ。いや俺知らない、知らない、違うか、知らない、冬のライチョウなんだ、白いから、白いから、いやこれ雪だ、雪だ、だこれが雪だ、で引っ掛けました、ブブー、なんであのヒューンホワイト、飛ぶ雲のホワイトって言われていて、へー知らなかったな、りょうさん鉄道好きなのに何でも知ってる、フルで言ったけど知らなかった次からは若者顔でいいよ、飛ぶ雲ね、飛ぶ雲ね、ヒュン、そう流れる雲、そうヒュンホワイトっていう名前がついてますらしいぜ、はやぶさはやぶさいいよね、来年はこれをネタに、はいはい、そうよ、ひゅんでいこうよ、ひゅんで、そうですね、気分もひゅんで流れる雲のようにいきましょう。ありがとうございました、ありがとうございました、はい、気象予報士の長谷部愛さんでした。この後は協会憲法プレゼンツ元気にコネクトです。ここからは協会憲法プレゼンツ元気にコネクトコーナーです。協会憲法さんの提供のもと、健康にちなんだメッセージの紹介や専門のお医者さんを招いてのトークを通じ、みんなで健康についての意識を高め、より元気な明日を目指す企画です。今週も先週に引き続き歯の健康をテーマにお送りします。年末年始美味しいものが多いから、はい、歯も定期的に磨きたいと思いつつも、まだ目の前にあるから、あの後でまとめて磨きゃいいや、絶対に間違ってる気がします。いろいろ伺いたい、いろいろありますね、はい、あります。お話を伺うのはテクノポートデンタルクリニック院長で日本歯科大学附属病院臨床教授、倉治七重先生です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。もう本当に恥ずかしい話ですよ、うっかり磨かず寝てしまったみたいな時に、朝ご飯を食べるときに、ご飯食べる前に磨いたりとか、逆に後のまとめてなのかとか、なんかダメですか、年末年始って食事の時間も、そうね、普段より不規則になりやすいじゃないですか、うん、そういう時はどうすればいいんですか。いいですか、本当です。あ、でもレオさんのやり方は正しくて、もう疲れて寝てしまった時はもう食事前に磨くべきです、うん、でお口の中で、はい、バクテリアが一晩の間に莫大に増えていますので、うん、まずはそれをごくんって飲み込まないようにきれいに磨いてから朝ごはんを食べるというのは健康のために合ってるんですね、うん、で生活が不規則になったり、あとお勤めの方だとお昼ご飯を食べた後でご飯歯磨きできないじゃないですか、うん、その時はまあ和食だったらご飯の最後にたくあんなどお漬物をパリパリパリと食べて唾液を出す、でしっかりとまず洗って、その後お茶をぐっと飲んで、でもしあればキシリトールのチューインガムなどを噛んでおくと、キシリトールは虫歯菌が、あの虫歯の原因となる酸を出せないので、お口の中が清潔になるんですね、で唾液も出てくるので、そんな風にしておけば歯磨きをしなくても、まあ、軽い代用にはなります。はあ、そうなん
唾液というのが虫歯予防に効果的なんです、はい、もう唾液がなかったらすぐ虫歯になります。へー、はい、ですから健康な唾液というお池の中に歯があればこそ子どもの歯も大人の歯も丈夫に育っていくんですよ。だからドライマウスになってしまうと一気に虫歯になったり歯周病が進行したりします。唾液を常に分泌させるような行動みたいな。あ、そうですね、唾液の原材料は水なんですね、だからとにかく水を飲む、でそしてそれはお茶でもなくてコーヒーでもなくて牛乳でもないんですよ。もう普通の水を飲んでいただいて、あとはよく噛むということで、その噛む刺激で唾液が出てくるので、一口30回、よく繊維質のあるものを右で10回、左で10回、両方で10回噛んで一口30回とか噛んでいくといいですね。あと唾液腺マッサージをするとか。え、唾液腺ってどこにあるんですか？この顎の下ですね、奥歯の下らへん、あとは耳の前に耳下腺があって、顎下腺が今の顎の下、顎の奥歯の下を軽く親指でマッサージ、耳の前の耳下腺をくるくるくるっと手のひらでマッサージ、それでもちょっと出てきます。ぜひ健康な唾液をお水をたくさん飲んでよく噛んで出していただきたいです。これ水じゃなきゃダメなんですか？水じゃないとダメなの。お茶とか、スポーツドリンクみたいなのも、あのスポーツドリンクはまず酸だから歯が溶けちゃうんですね。そうなんですか、はい、で酢と砂糖が入っているものは歯を溶かしていきます。そしてお茶は今度カフェインが入っているので、交感神経が優位になるので唾液腺がストップしちゃうんですよ。だから唾液を出したかったら副交感神経優位になりたいのでリラックスしていただきたいです。リラックス、はい、そうするとたくさん出てくる。なんか歯に謝らなきゃいけないことがいっぱいあるな。そうですね。自分の歯に申し訳ないことしかしてない気がするな。普段の放送中よくコーヒーを飲みながらやってるんですけど、それもやっぱり歯からすると水にしてって感じなんですかね。そう、あ、でもですね、仕事中は絶対コーヒーとかカフェインを取った方がひらめきが多く出てきますの でリラックスする時間を作るっていうことですね。あとはコーヒーばっかりとかペットボトルのお茶とかを飲んでいるとカフェインだらけになってしまうので、やはりノンカフェインでも水がいいんですよ。ですから喉が渇いたら水を飲む、そしてよく噛むということですね。まあ、口はとにかく潤ってるのが大事ということですが、口が乾くとこう口臭だったり、なんかこう喉がカサカサしたりいろいろ起きますよね。あ、そうですね、口が乾くと口臭の原因になります。理由としては口の中って唾液の池で潤っていた方が本当に健康なんですね、そしてお口が乾いてしまうと歯周病菌や虫歯菌がどんどん増殖してきます。そして口臭の原因っていうのは一番多いのはベロの奥の方に歯周病菌って誰でもいるんですよ。でそれがお口で口呼吸をしたりとか、あと冬場になると空気が乾燥しているのでお口の中がドライマウスになってしまうんですね、唾液が減ってしまって、そうするとベロの奥に潜んでいた歯周病菌が増殖して、それが口臭の原因になっています。だから口臭取りたかったらベロ掃除しないとダメなんですよ。もちろん歯磨きをして歯と歯の間のプラークという歯垢ですね、それも匂いの元ですからフロスを使って歯と歯の間をお掃除をする、そして歯ブラシを使って歯の表面のプラークを落としてあげる、プラス最後にベロの奥の方についている舌苔っていうんですけれど、舌の苔って書くんですが、その舌苔を歯ブラシなどでそーっと取ってあげるとすごく口臭は減ります。舌苔を取るため用のブラシみたいなの、ね、あります、はい、専用のものありますよね、ドラッグストアでなんて言うんですかね、ちょっと横広のなんか T の字みたいな、そうですね、 T の字だったりこう扇形だったり、ね、ありますけれど、柔らかい歯ブラシをこう縦にしちゃダメです。あのベロが傷ついちゃうので、はい、真横にして平行にしてベロを思いっきりベッって出して息を止めて、1、2、3回くらい奥から書き出してあげると、それが口臭の元の歯周病菌の塊を取ったということになるんですね。で最後にお水でブクブクすると本当にすっきりします。いずれね、コイン洗車場みたいに口開けると全部やってくれる機会があればね。機械ですか？でもそれは歯医者さんが今やってますよね。歯科衛生士さんがね、だから多い方だと月に1回くらいクリーニングに来てくださる方もいますしね。定期クリーニングがそうですね、もう本当にいろんな面から間で重ねること大事だね。定期検診大事ですね、大事です、
歯にいい食べ物とかもあったりするんですか？ あります。やっぱり歯を作っているのはカルシウムですから、カルシウムの多い小魚だとか牛乳だとかしっかりと食べて、歯周組織はコラーゲン繊維が支えているんですね、歯を、はい、だからコラーゲンを多く含んだ、お肉お魚とかで、カルシウムが歯に沈着するためには、うん、あのビタミン D が必要なので、はい、ビタミン D は日光浴をすると皮膚の下に出来上がりますので、はい、だからちょっと15分ぐらい太陽の下でお散歩するっていうのが大事です、うん。歯に当てたら効果的とかない。いや、それはないですね。皮膚ですね。皮膚なんですね。じゃあ、あのマスクをして歩いていても、はい、特に問題はないと思いますね。また定期検診にいろいろやっぱり行こうってことだ、はい、うん。そしてもう一つ、倉治先生が勧めている虫歯予防の標語があるそうですね。そうなんです。あのフフフが好きっていう標語をちょっと作りまして、これは、フフが好き、はい、あのどんな行動をとると歯が丈夫になるかなっていうものの標語なんですけれど、最初のフは朝、フッ素が入った歯磨き粉を使って磨きましょう、はい、で2番目のフは夜フッ素が入った歯磨き粉で磨きましょう、で3番目のフは歯医者さんで高濃度のフッ素を塗ってもらいましょうというフです。で、4つ目のスはシュガーコントロール、つまり甘いものは時間を決めて取ってくださいということですね。そしてキーはキシリトールのチューインガムやタブレット飴みたいなのがあるので、はい、それをまあ食べてくださいっていう標語です。やっぱキシリトールはやはりいいんですか、歯には。あ、すごくよくて、キシリトールって虫歯菌が食べても虫歯の元となる酸が出ないんですよ、はい、だからそしてよく噛むと唾液が出てくるので、すごく虫歯予防に役立ちます。フフフが好き、覚えました、はいはいはい、ということでそろそろお時間のようです、2週にわたって倉治七恵先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。協会健保プレゼンツ元気にコネクトでは、皆さんからの健康にまつわる川柳と、とにかく元気を出したいときに聴く曲、元気にコネクトソングのリクエストをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で connect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp です。件名に協会憲法係とお書き添えください。以上、協会憲法プレゼンツ元気にコネクトでした。コネクト、コネクト。お、ありがとうございます。あんまり締めっぽいと言われてからちょっと迷ってるんですけども、ちろん、ね、そうなんですよ。今年最後のもちろんうーんとかにやるね、今後ね、うーんっていう上げていく感じで上げていこう。テレテテレテレテテレテレテテレテ、うん、あ、そうそうそう、よかったよかった、あった、うん、よかった、うん、サザエさん、今のさ、あのさ、そうだ、先に言っとこうよ、これサザエさんじゃないから、ね、ではないんですよ。そうだ、そこまず一番大事なところ、うん、なんとなく言いたくなるってだけだ、うん、そうそうそう、違うんですよ、うん、ということでここからは番組公式の LINE オープンチャットを活用したリスナー参加が、はい、参加型の日替わり企画、オプチャでコネクトです、うん、はい、LINE のメッセージをご紹介した方にもオリジナルのステッカーを差し上げています、はい、どんどん読まれた方は、ね、うん、connect@tbs.co.jp までお名前住所をお書き添えの上ご連絡ください。それでは早速参りましょう。木曜はこちら、みんなはどうなのコネクション。はい、たわいもないでも答えの中に個性が出るようなクエスチョンを設定してみんなであれこれ話していくコーナーです、うん、今日はこちら、返答に困る質問はどれ。
はいはいはい、はい、あの、うん、今回の選択肢は、7つです。結構多いんだね、うん、最近どうが1つ目、仕事どう、何歳に見える、うん、なんか雰囲気変わった、うん、座右の銘は、ペットや子供の写真を見せられて可愛いでしょ、今年どんな年だった、はい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 、の7つです。だからこっち側に聞いてる質問と、質問側のこと言わなきゃいけないものと2パターン入ってるね。そうですね、この、うん、そうそうそう、はいはいはい、私はね、うん、これはこの7つの中だったらこれだなっていう1個ありますよ。どれですか、何歳に見える、これは難しい、本当だ、これは一番難しいでしょう。クイズだからねこれ。クイズですよこれね、そうなんだよ、正解があるんだよ。そう、うん、その相手の中に、年相応がいい人、うん、若く見られたい人、若く見られるよりも、落ち着いている年上に見られたい人、難しいですよ。いや大半は若く言うべきですよ、本当に。もう落語じゃないけど子供以外は、やっぱり 2,3、まあ、5だね。じゃあ私が、へえレオさん私何歳に見えますって言ってきたら、20代前半じゃないかなぐらいな感じが満点だろどうこれ、天才じゃないのこれ、天才だと今自分で言ってたよ。いやいやレオさん天才だよ、嘘言われたなって思いました。いやいやちょっと待ってくれ、嘘つけ、20代前半と会ったことのない人ですよその返事。いやいや20代前半の人見たことあります。31でしょ、31でしょ、はい、それで35って言われたらどうよ。おーへーって思でしょ、あんまり良くないね。で私聞かないんで、30は30、うん、なんかあ大体一緒って思って、30って言われたら、あ私30だって。ほらやっぱそうだよ、やっぱ現実、やっぱ30なんだってでしょ。とかやっぱ27、8なんですよ理想は。いやいやいや、だから30だっていうのはあのおいおい、そのただただ合ってないの、俺今満点を言ったつもりだよ俺。だから、うん、その何歳に見えるかっていうのをなんで聞くかなと思うんですよ。あ私は、ね、そういうことね、うん、だから私は何歳に見られたいんですけど何歳に見えてますかって聞かれたいです、うん、そしたら見えてるよ、見えてないよ、そこは不毛だよ。だからそこ組んであげるんだよ、若く言ってほしい、私は頑張ってる、私は頑張ってる部分を見つけてほしいというふうに言ってるわけですよ。そう捉える場合に、20代後半ってなった場合に、はい、分かんないじゃん相手。じゃあ蓮華さんが31なんだ、僕分かってますよ、はい、分かってないから本当にその可能性があるなと、うん、ほぼほぼ31、2だなって思っても、はいはいはい、20代後半の可能性があると、そうなった時に、そこの人にも若いと思ってほしいところで言うと、20代前半か、後半っていうことで、これ全部の外振りを埋めてるわかりますか、ね、天才的なこの保険のかけ方本当に思いますけど、人間は若けりゃいいってもんじゃないんですよ。マジで、ま、俺の捉え方終わってんのじゃん。いや終わってないけど古い。いやちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、何終わってる、何歳に見えると聞かれて、まあ、答えたら古いってのはどうせよそうだから困る質問ってことですよ。そうかそうか、だからそういうことか。だからこんなことは聞いた、はい、聞いたことはないよ俺、自分で絶対言わないよ。あ私も言わないですね、うん、だからいるよ、もうだからあの100歳とか3歳とかもうすごい極端な答えを言うしかなくないですか。そう冷めるわその場が。難しい。そうじゃないんですけど、じゃあ私何歳に見えますうわ寒じゃあ私何歳に見えます、年齢だけでもないよね、何の仕事してると思いますとか。私私何型だと思います、うわ私って小食じゃないですか私クワ型です、はい、向いてないな俺たちパーティーに。そうですね、向いてない、向いてない。レオさんはこの7つの中だとどれですか。座右の銘ね。座右の銘、これ職業柄かな。そうですよね、座右の銘ってのは決まってるもんじゃん、でも
ラジオとかで聞かれることあるのよ、雑誌の取材とかで、で横にマネージャーがさ、なんかパソコンでなんか仕事してる風でずっとやってんだよ、いいんだよ取材の時に、で俺がなんかこう言うじゃん、いつもと同じの、はい、はいはい、いつもと知ってますよ、それ知ってますよって、なんか同じこと言っちゃいけないルールみたいなのがあるんだよ、空気感で、だから毎回更新しなきゃいけないの、座右の銘を。え、それ座右の銘じゃない、それ座右の銘じゃない、そうなんだ、座右の銘いいんじゃないですか、いつもと一緒俺喋るじゃん、ラジオで座右の銘、そうすると他の他局でも聞いてたリスナーが他でも聞いたことがあるんで、うわまあ座右の銘ってそういうもんですからね、だから難しいんだよ、だから座右の銘は難しいよ。じゃあ今年最後の質問です、レオさん、座右の銘は何ですか。言わない言わない絶対に言わない。じゃあ言わないっていうことが、うん、もうラジオは企画に逃げるな、人で行けとは言わない、うわもうじゃあもう、いやだからもう質問だから、何だから俺最近どうと仕事どうは職業柄常にいろんなことやってる、これは問題ない、うん、ただ仕事でこういうの振られない人は大変だよね、それはね、まあ、そうですよね、うん、ちょっと盛り上がってますけどメッセージも、何歳に見えるあの正解で今度アンケート取るよこれ、うん、あ確かにね、うん、山田さん、どれが多いのこれ、何歳に見えるに1票、そうだ、聞いた人は若く見える自信があるんだなと思いますが、うん、変に実年齢と離れすぎている年を言うと微妙な空気になるのでかなり答えに困ります、うーん割と年齢不詳ですねでごまかします、はあなるほど勉強になる、ごまなるほどね、年齢不詳ですねはいい、年齢不詳ですね、ただラジオやってると、ええ、そういう逃げると、はい、全然自分のマイレージが上がってかないマイレージマイレージ、恋以外にもたまんない、恋のマイレージ、恋以外もたまんなきゃいけない、でも恋のマイレージしか出てこない、そういう実績がいろんな人が聞いてんだよ、なるほど、いや難しいな、でも私は年齢不詳ですねにしよう、いや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 、コネクトの人間としてはそれは毎回勝負だよ、一番盛り上がる答え常に言うってことだよ、何歳、え天才すげえな、その勇気は買う勇気、俺そこ買ってるよ、ありがとう、企業努力クイズも含めて俺それ買ってる、しびつくさん、返答に答える質問は仕事どうです、はいはいはい、平日はしてますよ相変わらずですねとか答えればいいんですかね、相手が何を聞きたいか聞いてどう思うかさっぱり読めなくてモヤモヤします、仕事どうの一番かっこいい受け方知ってる、大体反射で忙しいですねって言っちゃうでしょ、全然暇ですが一番かっこいいって知ってる、えなんでですか、知ってる、知らなかった知らなかった、全然暇ですって言いながらめっちゃ仕事やってて、もう次の日の朝方までにあのデータ送るみたいな、一番かっこいい、忙しいっていうのは二流だから、あ勉強になりますで心がけてる、超俺すぐ行っちゃうから、すぐ忙しいって言っちゃう、インコカレーさん、ありがとうございます、はい、何歳に見える座右の銘と悩みましたが、こっちはそんなものないで終わらせられそうですが、うん、何歳に見えるは相手が納得いく答えを出さない限り終わらなそうなので、はいはい、正直そんなん興味ないしどうでもいい、そうですねでも答えてるってことだよね、聞く人はいるじゃ ん、 そうなんです、ね、絶滅はしてないよ、いやだからその普段会ってない人とこうわーっと会う機会じゃないですか、うん、年末年始って、うん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 、そういう時にあの親戚とかあんまりこう会ったことのない親戚とか親戚の友達とかに何歳に見えるって聞かれたら、うん、年齢不詳ですねって言っちゃう、うわぁダメだよ、俺一回俺同窓会で言われた悩んだことあるトラップだと思って同い年じゃないすごいな確か若く言っちゃったことがある、うん、はい、ダントツ1位がやっぱり 48% の方、うんうん、本当だ何歳に見えるでした、本当だよ、うん、続いて聞いてんのかな、ね、うん、聞く人います、最近どう座右の銘はが3位まででした、20代前半悩んで1個あげるの天才だと思うけどな、もう3歳です、統一です、うわ3歳、うわ絶対ダメ3歳
今日のメッセージテーマはガラガラだったことあるです。名古屋市の、ラジオネームフェンダーミラーさんです。ありがとうございます。56歳の方、はい、東京で働いていた頃たまに、裁判傍聴に行っていました。あ、裁判ね。裁判の傍聴、はいはい。10年くらい前、地元の名古屋に帰った頃に名古屋地方裁判所に行きました。法廷のドアを開けると傍聴人は誰もいなくて、その瞬間に裁判官、検事、弁護士、被告人のみんながこちらを見て誰というような顔をしました。このまま出ていくのも罰が悪いので席に座って聞きましたが、それ以来名古屋地方裁判所には行っていません。はあ、裁判傍聴が好きな人、まあいるよね、なんとか噴火の方で、そうさん、大噴火さん噴火の方、噴火の方ではないね、名前がそうだから、あ、そうさん、大噴火さん、大噴火さんだそうだ、まあそういうのはあるかもね、自分しかいないみたいな、はい、ありそうですね。茨城県のラジオネーム三月にゃーごさん、41歳の方です。たまに一人でディズニーランドへ行きます。その日は前日まで台風予報だったせいか結構空いていました。特に夜はガラガラでアトラクションも乗り放題でした。最後にホーンテッドマンションに乗ろうとしたんですが、前を見ても後ろを見ても誰もいない、通路をずんずん進む時が一番怖かったです。ガラガラ。頼むよ。まあ、正解はないからね、私の運は皆さんもぜひそういうので一緒に運をつぶやいていただきたいと思います、はい、ということで、はい、時刻は5時になりました、はい、TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。木曜パートナー土屋レオです。ここからもいいね、はい、5時台いいよね、レンゲさんね、いいよね、のびのび行こうぜ、はい、参ります。木曜日の企画はこちらです。クイズ企業努力。ありがとうございます。今年最後のクイズ企業努力でございます。企業努力が大好きな私土屋レオが古今東西さまざまな企業努力をクイズで出題いたします。ラジオの前のあなたも一緒にさまざまな企業努力にコネクトし、心を揺さぶられ興奮し感動し、日常がより豊かになっていただきたい、そういうお時間でございます。今日取り上げる企業努力はこちら、東洋水産のまるちゃん、赤いキツネ緑のたぬき、イエーイ、来ました、ね、みんな大好き東洋水産さんのまるちゃん、赤いキツネと緑のたぬき、年越しそばとしてね、はい、食べてる人もいるかもしれないってことで、もう目の前にありますから、うわ、ちょっと赤いキツネが目の前にありますよ、これもた、いいよね、お揚げが入ってます、はいはい、いいですか、いいよ食べちゃおうよ、いただきます、うわ、いい、立派なお揚げだよ、こんなに卵入ってる、大ぶりの、すごい、2枚入り、コンビニ限定2枚入りお揚げ、2枚入りなんて贅沢になってますよ、こちらの方いただきながら、いしょ、どっちもどっちもね、この目の前に美味しそうなものが来るとすぐこう、赤いキツネのお揚げの噛んだ時のジュワーッとお出汁出る感じ、はい、最高だ、このタイミングで食べればいいんだ、あ、食べ出しちゃった今だ、うまい、
うん、食べるね。そういうこちら赤いキツネ緑のタヌキでございますが、うん、ごめんなさい、はい、上いきますね。東洋水産さん、もともと築地市場で誕生して冷凍マグロの輸出事業からスタートした会社ということをご存知ですか？そうだったんですか？全然カープ麺関係ないんですよ。で最初に出かけた加工食品はマグロを原料にした食肉、いや魚肉ハム、ソーセージ、うん、だったんです、うん、全然今と関係ないよ。そんな東洋水産さんが即席麺の生産を始めたのが1961年です。レンゲさん、はい、いいね、肺が入れば大丈夫ですよ。 もちもちしてて美味しいんです。美味しいんだよ、うん、で魚肉ハムソーセージを作ってる水産会社がなぜ即席麺をと思うかもしれませんが、はい、ちゃんと理由があるんです。もうそもそもここでクイズにしたいぐらいですけども、当時魚肉ハムソーセージの需要一番最盛期はやっぱ夏場なんです。となると売り上げを安定させるためにやっぱり冬場向けの商品が求められているというところで目をつけたのが即席麺、うん、でその後1974年からカップ麺もスタート、そのうちこちらが中心的な事業として育っていくというストーリーだったんです。1975年東洋水産さんは自社加工の出汁を使った業界初のカップ入り即席きつねうどん、カップきつねうどんを発売するんです、うん、これこそが赤いきつねの前身となる商品でございます。1970年代は71年に日清食品さんのカップヌードルが登場したことをきっかけに日本でカップ麺市場が誕生してたんです、うん、そこで東洋水産さんとしては強みとして持ってる出汁の分、もともとそういうね、うん、お魚系のとこだから出汁を使った商品で勝負しようということで、当時ね和風出汁のカップ麺がほとんどなかったこともあって、もう大ヒットです、うん、この当時のパッケージ写真が目の前にあるんですけど、はい、まだ赤くないです。白ベースで、本当だ、キツネも緑色の字で書いてるという感じでございます。でカップきつねうどんのヒットを受けてライバルメーカーさんたちも和風カップ麺のジャンルに参入してくる。まあそれはしょうがないですよね、売れるって分かっちゃったんだから。開拓をした和風だしのカップ麺を開発した東洋水産的にはこれ黙っちゃいられません、うん、そこで1978年麺やスープの改良に加え油揚げも当初の刻んだ2枚から正方形の大きなものに変え、デザインとネーミングを刷新し新しいブランドを開発し発売する、それが赤いきつねうどん、通称赤いきつねでございます。売り場でも目立つ赤を基調としたデザイン、ネーミングもユニークかつインパクトのある赤いきつねにチェンジ、赤いきつねロングセラーブランドですよね、今も変わらずでございます、はい、その後店頭での相乗効果を狙って緑の補色の色にあたる緑のパッケージで、赤の補色にあたる緑のパッケージで赤いキツネの姉妹品として緑のタヌキが1980年に誕生ということで、ね、なんか天ぷらなんでどこがタヌキなんだってありますけど揚げ玉が中入ってるんで一応タヌキなんですよ、はい、ということで緑のタヌキ、こちらもロングセラーになるわけでございます、はい、うん、いきますよ、はい、もうそろそろ問題いきます。え今食べた、ところで食べてたけど、さん、いくよ、うん、もう赤いきつねうどんというインパクトのある商品名ですが、実は、はい、当初、うん、別の名前をつける予定だったんです。これはほぼほぼ知らないと思うよ、そこで問題、商品名が赤いきつねうどんに決まる前なんという名前になる予定だったでしょうか、お答えください。これはねびっくりしました、僕は知りませんでしたね。これ23年最大の難問じゃないですか。あ、難問かもしれないですよ、結構難問な感じがしますよね。なかなか他でも聞いたことないぐらいですよ僕。まだヒント言います、はい、赤いきつねうどん、はい、響き似てます。赤いきつねうどん、うん、響きが似ている、似ている、これも間違いなく赤いきつねうどん、もう僕今言ってるような赤いきつねうどん、はい、そういう響きです。赤いきつねうどん、うん、で文字数も一緒です。赤いきつねうどん、きつねうどん一緒です。あ、きつねうどん、赤いのところが何なのかです。わかった、おちょっと毎回1個目のこの自信はどっから出てくるのか毎回楽しいよ。これはいいですか、あ、当てちゃっていいんです、ちょっと年齢をいくつに見えますかと一緒ですよ、当てると結構冷めますけどいいですよ、当てちゃってください、お願いします、すいません、はい、お願いします。この麺ほかほかのうちにいただきたいんで、はい、いきますよ、赤いきつねうどん決まる前に何という名前になる予定だったでしょうか。
青いきつねうどん。違います。なんで？え、だって理由が何？赤いに似てるから青いかな、うん、で麺ほかほかのうちに早く答えて食べたいから、うん、そっちがいいよね。なかなか食品で青色で売りに出そうとはなかなか難しいですよ。インパクトですもんね。インパクトですよ。赤い、はいはい、はぁ、わかった。お、わかった。もう今日も3回くらい、はい、もう1回いきますよ。これ大丈夫ですよ。はい、じゃあお願いします。何という名前になる予定だったでしょうか？熱いきつねうどん。お、正解。はい、ありがとうございます。意外とドンズマでいった。ドンズマでございます。すごい、はい、あ、やった、食べられる。いい、どうぞどうぞ。お揚げいただきます。いや、俺も毎回クイズ問題を言ってから答えさせてもらうじゃん。俺の中で大喜利になってた。正解になってたね。そうなのよ。試作段階では温かいカップうどんの熱々感を表現するために熱いきつねうどんが予定されていたと。うん、またパッケージの色も赤じゃん、黄色だったんだって。ところがライバル社も参入している和風カップ麺市場に新商品を投入するにはもっと名前やパッケージカラーに特徴を出すべきなんじゃないかという意見が出て大議論になって、黄色の売り場で目立つのはやっぱ真っ赤なんじゃないのということで、赤に決まって、パッケージが赤ならいっそのこと名前も熱いじゃなくて赤いでいこうよというふうになった。なるほど。ラジオでもね、まあ、音だけで届けるから、これ伊集院さんがおっしゃってましたけど、やっぱ色から説明入ると聞いてる方は、想像しやすいっていうので、うん、赤いキスって見事だとございます、でね、お出汁が本当にこだわってまして、美味しいですよ。地域によって違うって話をして、ね、西と東っていう風に思ってるから、はい、あのね、 4箇所書いてました。あ、そうなんですか。はい、近畿と西日本でまた違って、でまたね、北陸地方もまた別で、で、あと東日本でお出汁を変えてるので、そういうのを食べに行くというのもこの年末年始の旅行でいいかもしれないです。いいですね。私が驚いたのですよ、今日買ってきていただいたこと、はい、コンビニ限定って書いてあるじゃないですか、はいはいはい、これコンビニ限定なぜなんですか。これお揚げ2枚やってるんですよ。普通1枚です。嬉しいから。はい、あのスーパーで買うと値段ちょっとリーズナブルじゃないですか、はい、そうですね。卸値がコンビニの方が高く出せるので、東洋水産としてはありがたいところなんだって。でもその分利益が上がるので、それは還元しようということで独自のコンビニならではのプラスが入ってると。はあ。だから緑のタヌキも小エビの量が増えてると。え、そうですか。そういうこともありますから、まあ、だから値段をリーズナブルに抑えたいスタンダードならばスーパーマーケット、うん、ちょっとリッチに行きたいならばコンビニ限定と、そういうようなことを考えてる。我が社としてどの店舗で買うかというところで想像して研究してるということでございます。東洋水産さん、ありがとうございます。皆さん、はい、ぜひ買ってください。どんな東洋水産の人だったら、今これはやっぱり、あの、金髪先生でしたね。武田鉄矢さん、ギネス持ってますから。そうか、ずっと同じ CM をやり続けてると最初からでございます。さあ、こんな感じで毎回毎回、企業努力をクイズで出題しますから、最初に試食とかもしますからね。あ、うちの企業の商品も出してほしいという方、募集中です。詳しくは TBS ラジオの営業さんまでよろしくお願いします。以上、2023年のクイズ企業努力でした。
美味しいですね。食べてたことは関係ないのか。曲を見て、はい、お送りした曲は井上順でお世話になりましたでした。TBS ラジオからお送りしているコネクト、木曜日は石山レンゲと土屋レオさんでお送りしています。はい、ここからは今一押しの TBS ポッドキャストとあなたをつなぐポッドキャストコネクションです。はい、大吉ポスト一旦ここにいます広報担当土屋レオでございます。今週はすごいですよ。M1 グランプリの大吉先生の評価の理由を全て語ってくださってます。いつも40分ぐらいですけど今回で80分以上あって、うん、そう、あの審査基準が昨年と変えたんです大吉先生が。そのことをこんなに分かりやすく、それとも変えた理由も素晴らしく誠実な変え方だったんで、ちょっと僕まだ前半戦までしか聞けてないですけど、まあ見事に聞き応えバッチリなんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。です、はい、ここからは今一押しの TBS ポッドキャスト、あ、もう一回同じところ読んじゃった、すいません、うん、読むよそういうこともしょうがないよ。本当ですね、もう年も越すんだから、ちょっと行ったり来たりであれですけどポッドキャストコネクション、今日ご紹介するのは Amazon オーディブル独占配信中、はい、東京敷地トラックスです。敷地、はい、はい、毎回東京に縁のあるゲストがあの日歩いた東京をもう一度歩き、各々の記憶にある足跡を巡る、たどる音声プログラムです。インタビュアーは TBS ラジオの松重ディレクターが担当します。いつオファーがあるかドキドキしてるんだけどね。きっとこれからありますよね。一切ないんだよ、一切ないんだよ、あの TBS ラジオで放送された東京敷地、俺って TBS ラジオにプレッシャーを与えてるよね。ちょっとごめんなさい、すいませんね、お呼びでないよね、申し訳ない、すいません、ね、どんだけでしゃばりやね、いやいやいや、10月からですね、はい、東京敷地トラックスとしてリニューアルしました。はい、過去のゲストは玉袋すじ太郎さん、うん、塚本慎也さん、うん、いろんな方が出てらっしゃいます。いいよね、はいはいはい、そうそうたるメンバーで、であの、うん、大変恐縮なんですけど先月私石山も、うん、出演させていただきまして、すいませんお先にレオさん、ちょっとラーメンも食べるわ、敷地も行くで、はい、そうですね、お邪魔しました、うん、今回は11月30日配信追跡編後編ですね、石山レンゲ×大田橋を沖縄お聞きください。子役時代にレッスンで通っていた町大田橋を歩きました。あーでもこの大原2丁目の交差点はなんとなく見覚えがあります。あ、そうですか。なんかここまで来たら、うん、あともうしばらく歩くと、うん、そのスタジオが あると、はい、へえ、結構車通りが多いところにあったんですね。そうですね、うもう大通りすぐ面したビルにありました。翼の葬儀社、ほう、なんか星影の迎賓館、はい、めちゃくちゃ映えそうな看板で、映えそうですね、ね、いわゆる韓国とかでこうの翼が生えてるような、はい、なんかこう壁画というか、ね、ちょっと高いから、ちょっと背は高いぜ、ね、松重さんだったらちょうどいいですか、はい、僕ちょうどいいぐらいですね。そうですよね、ただこれ葬儀社なのでその天にこう舞うための翼ですもんね。そうですね、
だからあそこで写真を撮ると少し意味合いが変わってしまうかもしれないけど、ね、そうですね。あ、そろそろ見えてきました、はい、あ、本当ですか、はい、どこにあるんだろうこの道の中で。あ、ここら辺まで来ると、はい、もうあと2,3 分の間に、うん、階段を駆け上るか、はいはい、エレベーターに乗るかで、うん、そのビルの上の方にある、うん、スタジオに行く時間の感覚が読めるんでここまで来れば大丈夫だなって思ってたとこですね。そんなにギリギリでエレベーターだと確かに待つ時間がありますもんね。ありますあります。わー、大体ビルの何階にあったんですか。5階とか6階とか、うん、結構上の方の階だった気がするんですが、うんうん、あ、着きました。 おー、あー懐かしい。どこだ、このビルか、はい、今信号渡って信号渡って、あ、本当に環七に面したビルですね。そうなんですよ。あ、このフラダンススタジオっていう看板のあるビルで、はいはいはい、多分私がレッスンを受けてたのは、はい、6階の今大田ファンファーレカンナナスタジオってなってるところに、はいはいはい、なんか会社でお世話になっていたスタジオがあって、6階のすごいなんかビル全体が、うわ懐かしいなんか綺麗。あ、そうですか。す今受付入ってエレベーターの前にいますけど。そうですね、このエレベーターめっちゃちっちゃいんですよ。ちょっとじゃあエレベーターで1階登って6階まで行けるのかな。階段も行ってますか。ちょ1階乗ってみますか。エレベーター乗ってみましょうか、はい、東京敷地トラックスお聞きいただきました。いいね、やっぱその人の歴史が詰まってんだ ね。 そうですね、本当にこうお散歩を松重ディレクターと、うん、こうしながらこういろいろ見るような感じでしたね、うん、いいね、まあ、俺がやると玉盛りみたいになっちゃうからダメなんだろうな。そうですね、もっとこう知識が情報が出てきて、うん、松重くんのあのジェントルマンな感じには合ってない、ね、いやいやいや、気をつけます、はい、ね、ということでいいねこれ、よかったらコネクト聞く上ではここを聞くことでいろいろ深みも足されるかも ね、 これなんか前半はもう仕事のない子役がどうやって、うん、暮らしていたかっていう話とか、まあ、後半もいろいろレッスンでこう指導してもらっていた先生とのこの覚え入れ話とかあったりもします、うん、すごい、はい、ということで本日ご紹介した番組東京敷地トラックスは Amazon Audible で毎週木曜日に配信しています、はい、初めて Audible の会員登録をされた場合は30日間無料です。そうだよね、無料体験後は月に、月額1500円でお楽しみいただけます、はい、ぜひ年末年始のこの機会にお聞きください。以上ポッドキャストコネクションでした。時刻は5時22分。ここで自動車整備振興会がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から中村まなみさんお願いします。はい、お伝えします。東名高速の下りは大和バス停で9キロ通過には25分、反対上りは綾瀬スマートインター付近で車4台の事故のため右側2車線が通れません。10キロで伊勢原ジャンクションから1時間です。その東名高速と交わる圏央道は海老名ジャンクションで両方向2キロです。常磐道の上りは、柏の事故の処理は終わりました。渋滞はその先三郷料金所を先頭に7キロ通過には15分、アクアラインの上りはアクアトンネルで5キロ半15分、千葉の京葉道路は上りの貝塚で3キロ半15分です。首都高速は4号線の上り赤坂トンネルで事故の処理が続いています。
2キロ半の渋滞で代々木から25分です。埼玉の一般道国道122号の上りは緑区大門に故障車が止まっています。一車線が通れず500メートルほど渋滞しています。警視庁から以上です。中村まなみさん、ありがとうございました。次の交通情報は5時46分ごろお伝えします。ラジオからお送りしてきましたコネクト、エンディングです。あ、もう今年もありがとうございました。ありがとうございました、うん、明日のこの時間は金曜ワイドラジオ東京縁側です。富山恵里アナウンサーと玉袋筋太郎さんのコンビです、はい、コネクト来週月曜日元日はお休みです。お休みね、はい、新年の放送は1月2日火曜日から、からこちらは録音放送です。いいね、楽しい。生放送は1月4日木曜日からスタートです。ってことは木曜終わりで、来週の木曜からスタート。はい、オッケーオッケー、お願いします。はい、業務連絡でした。まあ、楽しいよ。ありがとうね、はい、ありがとうございます。TBS ラジオでお聞きの皆さん、この後はネットワークトゥデイ、そして荻上チキセッションです。引き続き TBS ラジオをお聞きください、はい、ということで今日のメッセージテーマはガラガラだったこと。ガラガラだったことありますか。茨城県のラジオネーム、あなたの町のひょうたん屋さん、うん、52歳男性の方です。ありがとうございます。友人がコミュニティ FM で番組を始め、公開録音収録に行ったところ、うん、私と友人の奥さんしか客席におらず、収録中は2人でとにかく結構人がいるように、うん、拍手や笑い声を出し続けるよう必死でした。いいね、ね、優しいね。そうなんだよ、それはもう1人でも100倍ぐらい、笑ってくれるわけで嬉しいですよね。最高だよ。そこから全てがスタートするんだ、うん、そうですよ。素晴らしい、はい。埼玉県のラジオネーム、ベーツさん、ありがとうございます。初めて行った歯医者さんがガラガラだとなんだかそわそわします。わかる、わかる、わからんもんだね。そうですね、混んでんのも嫌だけどさ、ガラガラも嫌なんだよ。ね、大丈夫かなって思っちゃうんですよね。なんだろうね、この人間のわがまま。適度に人はいてほしいんだよ ね特に病院、あ、料理屋さんもそうだな。あ、そうなんですよね。ガラガラ不安よね。良さそうなお店だなと思って、こうガラガラだと思って、うん、大丈夫かなと思って一回入ると、うん、そこから人が増えたりしますよね。あ、人によっているよね、うん、自分が入ると人が増えて、うん、自分が出るとガラガラになるみたいな、うんうんうん、なんだそれ。いや、難しい、人間なんてわがままだね。確かにそうだ、ね、うん、もう一つ、仙台市のラジオネーム、えんさん、今映画を見に来ています。ガラガラです。3人です。いい感じです。おほほ。まあそうね、始まるまでは不安になるよね、うん、始まっちゃうと結構映画に夢中になるから大丈夫だけど、 で、うん、でもあの予告編とかこのいろんなその10分ぐらいある時間の中でどん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 人がね増えてきたりしますからね、うん、そうなんだよ、うん、横にちょっと一瞬座ってみたくなるよね、ガラガラの場合ね。人の横ですか、知らない人の。いや、違う違う違う、座席を他のところに。でもダメなんだ、あれ。そうなんですよ、あれはちゃんとしなきゃいけない、ね、あのさ、映画のさ、あの映画泥棒のさ、はいはいはい、あのカメラのやついいんじゃん、はい、あれかっこよく映りすぎじゃない、もっとダサくした方がいいと思うんだけど、 あれ悪いことしてんのになんかすげえカンフーアクションとかしてさ、うん、最近どんどんアクションがかっこよく、まあここあれになってから何年くらいですかね、うん、結構で後で気づくんだ、あれダメなことやってんのになんだ、うん、と思って、うん、まあでも最後ちゃんとこう捕まるからいいじゃないですか、うん、最後この話で大丈夫だった、確かに。今年最後の放送だ。2023年もありがとうございました。今年始まって ね、来年も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よし、頑張ろうぜ、はい、TBS ラジオコネクト、石山レンゲと土屋レオが AAO。 それではまた来年にコネクトです。はい、良いお年を。バイバーイ、バイバーイ。